はい。皆さん、こんにちは。レクセン西二河市の赤木です。えー、それでは入門講座の民法第1回始めていきたいと思います。えー、春からね、えー、法律の勉強を始めようという方は、まあ、いよいよね、民法から、えー、開講ということで、まあ、1年間どうぞよろしくお願いしたいと思います。それから、先取りクラス等でね、えー、憲法から入っている方、あるいはまあ、刑法からね、去年入っている方もいらっしゃると思うんですけどもね、えー、引き続き、またよろしくお願いしたいと思います。まあ、一応今日はね、民法1回目いうことではあるんですけどもね、生クラスの方結構大変ですね。もういきなりね、午前午後の2コマ、え縦、ー、積みというね、えー、結構まあ、午後の後半になってくるとね、えー え、振動という、ね、そういうふうになってくることあるかもしれませんけども、あの、適宜飲み物だったりね、あるいはこう、飴ちゃん舐めたりとかね、そんな感じしていくと、あの、結構ね、体力と思っていくかなというふうに思いますので、またそのあたりもね、え、過ごし方いうのも、だんだんと3週目、4週目ぐらいでね、慣れてくるようになるんじゃないかなと。まあ、最初はちょっと大変かなというね、そういうところありますけれども、まあ、そのうち慣れるわということで気軽にね、ちょっと追っていただければと思います。まあ、あの、今日始めようという方で結構ね、意欲満点というね、そういう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、張り切りすぎてもね、途中でこう なんかガス欠になっても困りますしまあ逆にゆるく行き過ぎてねなんかこうあ遅れてしまったよもちょっと困りますけれどもまあほどほどにというね勉強の仕方なんかもねこの一回目の講義のどこかでちょっとお話をしていこうかなというふうに思ってますのでまたそのあたりもね気につけながら聞いていただければと思いますはい、えー、とりあえず私の講座なんですけれどもあのちょっとまあ早口っちゅうのもありますんでねあもし IC レコーダーとかで録音していただいても,もちろん結構ですんでね復習するときにあのその IC レコーダー聞きながらとね、えー、人によってはまあ2倍速で聞いたりも大丈夫 そういう人、ねえー、も出てきますけれども、まあ、あの録音とかも全然 OK ですので、ねえー、そのあたりはまあ準備、いろいろとしていってください。えー、と毎回使う持ち物の、ね、確認ですけれども、このレジュメですよね、これはもう毎回と言っていいほど参照しますので、えー、このレジュメは必ず、ね、持ってくるようにしてください。えー、それから、セブンサミットのテキストですね、えー、これもまあ一応順、えー、順番に、ね、1、2、3とありますけれども、一応順番にやっていくという予定にはなりますので、まあ、今、ねえー、やっているところの、えーまあ、大体毎回、ね、1講義50ページぐらいの 震度という感じになりますので、まああのテキストね、えー、例えばテキスト1で480ページぐらいで終わったと、えー、だったらこの次の回ぐらいは2に入るなという感じでね、ちょっと予測しながら言っていただけるといいんですけれども、えー、基本的にはこのテキストからレジュメですね、えー、これが最低限いるかなというふうに思ってください。あと結構メモもしますんでね、えー、メモ用紙と筆記用具ですね、えー、これしっかりと持っといてください。あの付箋貼ったりとかね、えー、そういう形でメモどんどんね入っていく方もいますので、まああの大きめの付箋どんどん書き込んでね、でそれでテキストにペタッと貼っておけば、まああの 散らばらばなくて済みますよね、えー、あれどこに書いたっけみたいなね。そういうのがなくなりますので。まあ、大きめの付箋に書いたりというのは結構おすすめかなと思ってください。あと、今日は持ってないかもしれませんが、六ポをですね、これ、確実にね、参照しますんで、えー、できる限り六ポをね、えー、持ってくるようにしておいてください。えー、私は一応反例六ポを使ってますけども、えー、皆さん別にこれ使わなくていいですからね。反例六歩は1年目でやるとめっちゃ使いにくいんでね。えー、どっちかというと、あの、デイリーロッ歩とか、コンパクト六歩とか、そっちの辺がね、使いやすいと思いますので、反、え、例、ー、のない六歩をね、毎回持ってくる してくださいはい。えー、そういうことで、まあ一応ね、えー、これから、まあ一応、講義の中身に入っていくことになりますが、今日の冒頭は、あの、講義の進め方とかね、あるいは、こう、民法の考え方というのが、こう、前半にね、ほぼ入ってくるかな、ということで、まあ中身に入るのはね、えー、休憩挟んだ後半ぐらいからかな、というね、えー、そんな感じを持っていただければいいかなと思います。はい。えー、早速ちょっと、レジュメの1ページですね、こちらの方を、えー、開いていただけますでしょうか。 ま、開くいうか、そのままですね、え、開かなくても表紙そのものが1ページ目になっておりますけれども、えと、とりあえず私の講義の進め方ですね、あの、ガイダンス等でも聞いていただいているかもしれませんが、えと、テキストのあちこちにマーカーで塗っていき、そういう感じになります。5色のマーカーをとりあえずね、用意いただければと思うんですけれども、えと、5色のマーカーもめんどくさいわっていう方はね、え、青線とか赤線とか自分でボールペンで色を決めるというのもいいですし、あるいは直線、波線、二重線、波線とかね、ま、大体こんがらがってくると思いますけれどもね、え、その辺ま、自分で使い こなしていいたただけたらと思いますが一応、私のテキストね、あのー、自分の、えー、ルールの中で、えー、一応、色は決めてますので、まあ、後でこれ何チェックだったっけとかね、えー、僕に聞きに来るときには、えー、僕のテキストを見たらね、あ、この色だからこれだなとかね、そういうの分かるんで、まあ、一応、そういう趣旨で、えー、私の、えー、講座の中でね、えー、チェック入れる、まあ、一応、ルールというね、これ最初にお話しときたいと思います。まず、まあ、マーカー5種類ですけれどもね、えー、どうしようもなく覚えなきゃしゃあないっていうところは結構あります。で、もう、これはもう覚えなきゃしゃあないよっていうところは一つ目、解説チェックという ね名前をつけていきます。まあ、この解説チェックというね、えー、指示が来たら、まあ、そこは黄色なんかをね使っていただけるといいかなというふうには思っております。まあ、解説チェックね、えー、まあ好きに使っていただいたら結構ですが、私は黄色で手引きでね使ってますので、またよかったら見てください。はい、えー、まあそこの、えー、解説チェックね、えー、なんでこう色分けするのかっていうことなんですが、復習する時の頭の使い方が変わります。解説チェックのところはまあ覚えないとしゃーないというねちょっと割り切りをねしていただくことになるんですけれども、えー、それ以外の色は実は考えながら復習 復習するというね、えー、そういう箇所になっていきます覚えることは二の次で結構です考えながら復習するっちゅうのが2色目以下と思ってくださいまあ、法律の議論ね覚えなきゃいけないところと考えなきゃいけないところとねまあ、結構まあいろいろと分かれるんですけれども考えなきゃいけないところが2箇所目以下と思ってくださいで考えなきゃいけないところってどういうことっちゅうと 考え方がいくつかに分かれるんですね。えー、A という考え方、B という考え方、C という考え方、いろいろ分かれるところは、問題チェックという指示をしていきます。で、問題チェックの色が来たら、これは、えー、緑色をね、お勧めしようかなと思ってますけども、まあ、好きにね、使っていただいたら結構かと思います。で、ちなみに問題チェックの箇所は、練習問題のところにもね、えー、一応指示する形になりますので、問題チェック見たら、必ずね、その下の色が来るとは限らないと思ってください。えー、問題チェックしたはいいけれども、考える練習問題というね、えー、そういう部分はありますので、 その答えになるようなところは解説チェックにしちゃうとかね、えー、そういうこともまあたまにありますので、まあ一応問題チェックは、えー、考え方分かれるとか練習問題というね、えー、そういうまあ趣旨で、えー、一応問題チェックすると思ってください。で、考え方分かれるところは問題チェックした後ですね、えー、必ず論文では自分の立場で書かなきゃいけません、えー。結論と理由が必ず論文では必要になります。ね、こういう理由からこう考えるんだというね、えー、そういう筋道をね、自分で書かなきゃいけませんが、えー、その理由付けになるところを理由チェックというふうに言っていきました。オレンジ お、ね、おす,すめしておりますで、えー、理由チェックの後は自分の導く結論ですね、えー、解釈ね A という考え方を取るんだとかね、えー、そういう結論部分については結論チェックでピンクで、えー、これを手控えで私はやっておりますで5色目はあんまり使いません、えー、5色目は持ってなくってもねもう手控えで、えー、なんかこう鉛筆でアンダーライン引くとかねそういう形で対処してる方もいますが5色目多説チェックは考え方は分かれる 多節なんだけども、見る価値はあるというね。えー、そういうところは多節チェックで、水色なんかをね、お勧すすめしてますが、5色のマーカーだと5色目がね、えー、茶色とかね、紫とかいうね、えー、そういう5色セットもあったりするかなというふうに思いますが、まあそれは好きにね、使っていただいたらいいかと思います。で、あの、チェックの仕方まあね、えー、とりあえずも上からベターっとチェックでも結構ですが、あの、復習とかね、えー、する、えー、ごめんなさい、2年目以降ですね。えー、2年目以降に自分の 弱点チェックとかね、そういうのをつけていく人も結構いたりします。えー、そういう、まあ一応2年目以降その考えるとね、チェック入れるときにアンダーライン程度のチェックとかいうね、それもまあおすすめではあったりします。まあもちろんベターとね、えー、このチェックの色で上から文字全部塗るというのもありですけれども、まあアンダーライン程度にね、文字の下に引くっちゅうね、そういう引き方でも全然 OK ですので、まあそこは好きにね、ちょっとやっていただいたらいいかなというふうには思います。はい。えー、とりあえず復習の仕方変わりますんでね、解説チェックは覚えないとしゃあないと。割り切ってください。えー、ただまあなんと 丸暗記というよりは、ねえー、考えてて納得して覚えるときは、ねえー、それがまあ一応、ね、お忘れにくくするコツだったりしますので、えー、納得して覚えるという、ねえー、そういう感じでちょっとやってみてください、はい、でそ,れがそれ以外のところ問題チェック以下のところは,これはまずは考えて納得までで止めていただいて結構です覚えるのはこの先、まあ、いつか、ね、覚える時期が来ますけれどもまずは納得するのを優先してください、えー、この納得をせずに丸暗記する予備校なんかもあったりしますけどもそれははっきり言って 覚えることを増やしすぎることになりますので、まずは第一段階の復習としては納得で止めていただいて結構です。で、納得して覚えれそうだったら覚えても結構ですけれども、まあそれはプラスアルファというね、えー、そういう感じで持ってください。まあ法律の勉強で暗記ばっかりじゃないぞとね、えー、考えながら進めていくというね、えー、そういうまあ一応スタイルでやっていただければと思います。はい。えー、あと復習は繰り返してください。一回じゃ絶対覚えられませんのでね、えーえー、基本はまあ2週で3、4回というのをね、お勧めしておりますけれども、えー、来週までに最低2回、 ずつくらいね復習してきてきで、えー、さらに、その翌週ですよね。えー、その翌週は、またね、えー、やった回の2回分の復習、プラス、前の週の1、2回やるという感じで、どんどんとね、えー、2週で3、4回という感じのね復習を心がけるといいかなと。だからまあ、来週ね、えー、講義が3、4回目ありますよね。3、4回目やったら復習は3、4をやるのと、 1>, 1、2のところも2回か1回はちょっとやってみると。そういう感じでするとずーっとね、す、え、べ、ー、ての箇所を3、4回回せることになりますので、えー、そういう形でずーっとローテーションね、組んでいただけるといいかなというふうに思います。はい。えー、あと、えーと、ここは予備校です。小試験受かるための予備校ですのでね、えー、何が違うかと、学校の授業と一番違うのは、学説はほぼ、 切り捨てるというねで。そんな感じです。よく言いますが、判例は神、学説はゴミというね、えー、そういう言い方があったりしますけれども、本当にまあ学説に対しては、もうケチョンケチョンじゃないけれどもね、えー、あまり参照価値なしということで、えー、結構はしょっていきます。その代わり何大切にするかっいうと、判例です。えー、判例を皆さん自分の立場にするというね、えー、そういう感じになることが多いかなとは思うんですけれども、まあとりあえず判例を非常に大事にしてください。学説には入り込まない。ね、僕大体講義の中で言います。ここは読まなくていいっ,ったら、ほんまに読まなくて結構ですからね。あるいはもう一読程度言ったらもう 自読程度で流し読みするとかね、えー、その程度でまああんまりこうね、えー、学説には深入りしないというところは心がけといた方がいいかなというふうに思います。はい、えー、あとはまあ講義の進め方については括弧の二番のところに、ね、入っていきますが、まあランクも、えー、復習の際のヒントにしていってください。まあ大事なところは W A A とねつ、えー、けていきますが、論文で使うのは B 以上と思ってください。で、一年目は論文対策するんだ。 というね、えー、そういう意気込みで勉強していただく方は、基本的には B 以上をやっとけば結構です。C 以下は択一専用というね、えー、そういう感じですので、まあ、ロースクールを目指すわっていう方にとってみると、基本的には下4方の C ランク以下は無視というね、えー、そういう感じもなってくるかなという感じがあるんですけれども、まあそこは、あのー、択一ね、来年予備試験の卓一も受けるんだっていう方は一応ね、択一の勉強の時には C、D も見るという感じで、まず論文対策は B 以上でね、やっていくようにしていってください。まあ復習どうしても時間がないっていう方 例えば、AA 中心でやるとこういう形でも結構ですね、B についてはちょっと後回し中ね、そういうのも全然 OK ですので、まあランク付け、重要度に応じてねやっていただければと思います。はい復習のまあ 覚えられないからって自分を責めないでください。えー、僕も大体40近くになってきてね、えー、語学の勉強、まあやってますけれどもね、なかなか覚えられるもんじゃないですね。えー、人間の記憶ってなかなかね、えー、そうすぐに身につくというのはまあないので、繰り返す中でそのうちというね、えー、そういう感じでちょっと割り切ってください。一気にね、えー、覚えようちょっとて言っても絶対忘れますんでね。まあ、あの、皆さん脅すわけじゃありませんが、民法をやりますよね。 24回やったと商法入ります、ね、勝負をやっている、まあ、5、6回目になってくると、大体民法の前半の方はすっからかんになっているとね。えー、そういうことも、まあ、起こりるとは思います。でも、それもしゃあないのでね、ね人間なんで復習して、また思い出せばいいという感じで、忘れても責めないでください。ねえー、その100何回も 入門講義あるわけですけどもね。えー、それを一発で全部覚えきれるなんて人は絶対いませんからね。えー、しかもまあ、あの、3年かけてか2年かけてね、えー、完璧にすればいいんだというふうに、ある程度こうね、えー、暗記の結果にこだわりすぎないというね、忘れても自分を責めずにね、もう一回思い出そう、もう一回覚えようというね、えー、そういう感じでちょっと自分をね、えー、あまり、こう、張りき、張り詰めすぎないというかね、えー、タオルを絞りすぎないというところは非常に大事かなというね、えー、結構まあ、この、精神衛生というのも大事なところになってきますんで、またその辺のね、 対応のなんかもお話をしていきたいとは思います。はい、二、えー、ページちょっと入っていきましょうか。ここからちょっと民法の話に少し入っていきますけれども。はい、えー、民法の勉強方法、いろいろと、まあ。 本なんかもあるし、インターネットなんかもあったりはするんですけれども、えー、民法の注意点、これ、本当に条文数多いです。えー、聞いてびっくり、1050条ってね、えー、1050も覚えるのかってね、1050も覚えなくて結構ですからね。えー、むしろこの条文を全部覚えるとか言うんではなくって、大事なところをしっかりとというね、えー、メリハリをつけると、これものすごくポイントになりますので、括弧の言番ば2行目ね、ポイント絞ってと書いてますね。まずどこに絞るかっいうと、論文対策のところに絞ってください。えー、論文対策のところに絞って大丈夫なんかと思うか、 かもしれませんが、えー、小試験のあれまあガイダンスなんかでもねちょっとお話し,しますが、卓逸試験で出る範囲って結構広いんです。それに対して論文試験で出る範囲ってかなり中心に寄った部分になります。で、そうすると卓逸試験大丈夫なのそれというねそういう心配が出てくるかもしれませんが、実はこの論文対策のとこから卓逸の55% の出題が出てるんですね。なので、この論文対策のところをしっかりと得点するイコール、卓一のベース点を取るというね、えー、そういう発想にもなってきますので、卓一でしっかり取ろうと思うと、やっぱこう論文対策をしっかり完璧にしとかなきゃいかんというところになるんですね。なので、まずは論文対策のところをまずはね、2年かけてしっかりとこうね、えー、自分のものにしていくと、それで卓一のベースが出来上がりますので、えー、それに卓一点はプラスアルファですね。えー、小試験だったらもうね、えー、7割取れたらもう合格、ね、十分6割でも合格ね、6割ちょっとで合格かなって感じですけれども、 えー、予備試験だとそれが8割ラインまでね、ちょっと必要になってきますが、どうし、どう、どうにもこうにも、この55%のところで失点しとったらね、えー、これ予備試験も合格できませんからね、えー、なのでこの55%部分を絶対に取るんだってね、えー、そういう感じで、まずはここに焦点絞って、1年目はしっかりやるという感じにするといいかなとは思います。はい。で、中心は何かちょいうと、民法はですね、基本的には喧嘩を想定してます。まあ、民法いいかも全部そうですけどね、喧嘩を想定しまして、喧嘩の言いたいことが書いてあると。 いうふうに持っていただくといいです。民法の条文はほとんどね、喧嘩の当事者が言いたいことがまず書いてある。で、言いたいことのためにどんな条件が必要かというね、えー、これを条文で全部ね、えー、書いてあったりします。まあ、論より証拠なんで、例えばですが、民法95条なんていうので、ね、ちょっと一回引いてみましょうかね。えー、すぐ、またね、えー、見る機会が出る条文ではありますけれども、はい、民法95条。 はい、ちょっとわかりにくい条文になっちゃったかなという感じはするんですけれども、えー、95条の条文を見ると、錯誤って書いてあります。勘違いですわ。から皆さん、例えば買い物しましたと。買ったんだけれども勘違いがあったと。何言いたくなります で、えー、ロレックスの時計買ったつもりだったのにね、なんか買えたらパチモノ時計だったでね、えー、そんな風になったらですね、なんか勘違いだと、なんとか言いたいなとなるはずですね。で、95条、意思表示、次に掲げる業に基づくものであって、うんちゃらかんちゃらなものであるときは、取り消すことができるということですよね。この取り消すことができる、つまり言いたいことという感じになってくるのね、えー、勘違いして契約したと、キャンセルだと。 こういったわけですね。で、キャンセルだ。だから代金返してももちろんね、この後ついてきますけれども、とにかく条文に書いてあるのは、まず言いたいことが書いてあると。で、言いたいことの条件が実はその取り消すことができるの前に書いてあるわけね。錯誤であって、こうねふにゃ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 であるときはと。これを要件と言っていきますね。えー、言いたいこととその要件。 というねえー、これが条文には必ず書いてあるというふうふに思って民法は勉強していってくださいそうすることによって当事者の言いたいこととその条件という論文の発想がそのまんま、ね、この後お話ししますけれども、えー、論文での頭の使い方がその,そのまんまできるようになってきますので、えー、条文には言いたいこととその要件が書いてあるというふうふに思って見ていただくといいかなとなので学習の対象はというと条文の要件効果効果のことが言いたいことにつながっていると思ってくださいで効果の必要条件を要件と いうふうふに言っていきます条文の要件効果ですね。えー、これがまず中心になるというふうに思っていただくといいかと思います。でも、それだけじゃないんです、ね。条文には解釈に分かれるところが出てきましてね。えー、例えばこの95条だったりすると、えー、そうですね、えー、1個の錯誤ですね。これ昔は錯誤って何っていうね、えー。ちょっと考え方が分かれるところがあったりしたんですけども、錯誤って何というふうなところを解釈しようとすると、法律家の基本はその条文の目的から考えます。 条文の目的すなわち趣旨と言いますけれどもね何のために作ったかこれが条文の作られた趣旨目的になりますこっから考えるとじゃあこの作語はこうあるべきだというふうに導いていったりね、えー、するんですけれども、まあ、条文の勉強の、ね、中心は趣旨要件効果こう思っとってくださいね。趣旨何のたために作ったか から、条文の言いたいこととその要件ですね。えー、そういう感じで条文は成り立ってるよ、というふうに思ってください。で、プラス判例があるという感じでね、えー、とりあえず条文の趣旨、要件、効果、これを中心にして、プラス判例というね、えー、そういう勉強対象を絞ってね、やっていくようにしていってください。で、これがまあね、予備校によってはね、ね、えー、いわゆる解釈論のところばっかりやってるっていうね、えー、解釈論のところを一生懸命ね、えー、なんかこう、えー、論証パターンっていうのね、あるんですけどね、えー、論証集みたいなね、交渉試験ではこう発行しているところが結構ありますけれども、あの論証集を一から 覚えるみたいなね、えー、そういうふうな、まあ、勉強する人もいるんですけれどもそれやると今の司法試験では太刀打ちできませんで特に改正民法をね皆さん勉強していくこうとになりますので改正民法で論点と言われるものはほとんどがっつり減ってますんでどういう問題が出るかというと条文を使う問題が増えてきますなのでこの条文が使いこなせるというのがね非常に大事になるというふうに思ってください、えー、これはもう旧商法ね、えー、商法も実は改正があってですね会社法に変わった時期があったんですけどもあの時代も論点消えて条文になったでどんな問題で たかというと条文当てはめる問題が出るようになったという感じの傾向がありますのでねなので民法も改正によってそういう形で変わると思ってください、えー、この改正民法の以下の条文の、えー、条文の使い方ですよね、えー、これがまあ試験では出てくるぞというふうに思っておくといいかなとは思いますはいということで、えー、民法の注意点ですね、えー、その辺に終わりにしたいと思いますがまあただ何世だって1050条ありますんでね、えー、一応大きな 民法の枠組みを今ちょっとね、えー、ざっくりとば書しようかなと思いますので2ページの下、ねえー、テキストじゃない、えー、レジュメ空いてますんでそこにちょっとね、えー、補足しておいてくださいはいえー、民法の大きなくくりでいくと実は契約法と契約法以外に分かれていきます契約に関するトラブルと それ以外のトラブルという感じで分かれていきます契約法と非契約法と書いています で、非契約法って何中と、例えばこう事故ったとかね、こういうのですね、えー、交通事故で事故った、ね、損害賠償請求だとかね、これも契約じゃない場面のルールということなでね、えー、それ以外にもまあ、例えば結婚しましたと、ね、えー、なんだけども相手がこう不倫しよったと、離婚だとかね、えー、そういう家族間のトラブルですね、これも契約法以外というね、そういう感じで理解するといいですね。あるいはこう相続だとかね、えー、相続なんかもこれは、えー、契約じゃないトラブルということになりますが、契約法と契約法以外という分類を持っておくといいと思います。で、契約法を 民法の条文だと相続物件、債権、相論債権、格納という感じで順番で並んでいるんですけれどもそういう頭の使い方ももちろんいいです、まあ、条文のどこに何があるか分かる、ねえー、ヒントになるんですけれども頭のくくりとしては、はい、契約前の問題と契約後の問題と回収の問題。 というふうに大きく三つに分けておくといいと思います。はい、契約前の問題と契約後の問題と回収の問題と。で。これから学習する民法の冒頭にあるのが民法総則と言われるんですけども。総則の大部分は。 契約前の問題だったりします。 さっきやりました。勘違いっいう話ありましたね。勘違いというのは契約前に勘違いしてるわけね。契約前に勘違いがあって、それで契約しちゃって、ああ、どうしようというふうな話になるわけで、契約前に原因があるお話が、実は民法の前半にある総則のお話になります。契約前の原因だったら総則使うと。契約後の問題だったら、ちょっとまた話は変わるという感じはあるんですけれども、はいえー、契約後のお話になってくると、これはちょっとまた色々と分かれてきます。物件面と債権面でちょっと分けると。 で物件再建てやねんとままた後ほどやります物件面と債権面に分けておくといいと思いますまあこの中でコンビニで買い物したことない人って多分いないと思いますねえー、コンビニで買い物したことないかあるいはねえー世のま、街でも物を買ったことがないとかね、まあ、多分ないと思うんですよねえー、物を買ったらどうなるっうと例えば本屋で6本買ったと所有権手に入れますね所有権という物件面まず手に入れます 契約すするとままず物件面の変動が生じますこの物件面の変動ですよね、これは多くが物件相続のところで勉強するような感じだと思ってください。 物件の相続のところね、契約したらどうなる、所有権手に入れるとかね、えー、あるいは不動産買ったらどうすると、登記しなきゃいけないとかね、えー、そういうふうな物件のそのね、えー、一応変動に関するまあお話ですね、えー、それは物件の相続のところで勉強するよという感じになっていきます。はい。で、債権、契約後の問題。ここは 実はどこが該当というのが一概には言えないと思っててください、ね。バラバラと、ここの債権、契約後の債権の問題と回収の問題ですね、これがいわゆる債権法といわれるところで、400条以下、700条あたりまでぐちゃっとなっているという感じで、ね、ここを今何やってるか、契約後のトラブルをやってるのか、回収の問題をやってるのかというのを分けて、ね、勉強すると、これがすっきりと、ね、してくるかなと思います。でそこはまた債、ね、権法の えー、テキスト、テキスト2になりますけれども、え、テキスト2に入ると、あっち行ったりこっち行ったりというね、そんな感じになると思います。えー、今は契約後のトラブルをやるので、まずね、えー、あっち行ってこっち行って契約後のトラブルをまとめてやると。で、それが終わったら回収後のトラブルというね、えー、回収面のトラブルをザーッとやっていくというふうな感じで、ちょっとこうね、整理しながらやるよというのをちょっとね、予測していただければいいかなと思います。はい。ちょっとまあ全体像ですね。契約法と非契約法という感じでね、え、ちょっと頭くくっとくとよりいいかなというふうに思います。さあ レジュメン2ページ付いた以上でおしまいにしまして3ページ目以下、ね、ちょっと入っていくことにしましょうか。<laughs> はい。えー、一応まあ民法の、えー、勉強ですが、まあ民法に限らず私のクラスは論文対策がっつり中ね、えー、論文の解き方を踏まえてインプットする。これ推奨しております。えー、論文の問題の解き方も今日早速1回目のね、えー、講義の中でも触れていくと、えー、実際の事例見てね、論文で解くとしたらどういう頭を使うとかね、えー、そういう使い方をやっていきますが、民法の論文の解き方、これははっきり言って早めに身につけた方が楽です。で、えー、どんな解き方がおすすめかというと、民法の論文はほぼ 3ページの2番見てください。えー、2番の丸の1ですね。どんな問題が出るのかちょいうとアンダーライン引いてます。よかったら解説チェックをね、ちょっと入れといてもらうといいかなとは思います。はい。えー、民法の論文ですが、ほぼのとこから解説してくれとくといいですね。えー、で、レジュメ3ページです。で、ほぼ、市民間のトラブルに関する事例問題が出ると。で、ほとんどが契約絡みと。はい。で、この事例問題っていうのがミソです。事例問題ということは、 無人島で一人で住んでる人がトラブルを起こすわけがないのでね、えー。基本的にはこのね、トラブルを起こすっていうのは社会の中で A さんと B さんと C さんとまあ三人大体出てきますわ。で3人出てきて一人がおかしなことをやってね、トラブルになるというのがまあこれね、えー、典型的なパターンであるんですけども、要はこの3当事者ぐらい出てくるので、その当事者の立場で 考えるというのが非常にポイントになってくると思ってください。必ずトラブルに巻き込まれた張本人からすると、言いたいことが出てくるはずなんですね。言いたいことが出てくるはずなので、当事者の立場で言いたいことを考えろ。これがまずは出発点に実はなってくるという感じになります。トラブルに巻き込まれたら皆さんどう思うかですね。例えば交通事故でボンとぶつけられたと。ぶつけられて自分が怪我させられたら何言いたいと。治療費出せやとかね。あるいは仕事休んだ分金くれやと。絶対言いたいことが出てくるはずなんですね。トラブルに巻き込まれたら当事者、言いたいこと出るはずなので、 まずは原告になる側を想像してください原告になる側の言いたいことを考えろというねそういうスタンスを持っていくといいかなというふうに思ってください、はい、ほぼ事例問題ですで出るのはどんな請求ができるかどんな主張ができるかどういうふうな法律関係になるかというふうな問いが多いですけれどもほぼどんな法律関係というね聞かれ方しても何が請求できるかというふうに 還元してもらららったら結構ですからね、えー、とにかくもう請求と反論というね、えー、そういう感じで意識しておくといいと思います。はい。3番、丸の2、どのように解くのかというね、えー、ところですが、もうすでに先ほど言ったところと重複します。3行目に解説チェックをちょっと入れておいてください、えー。請求、主張、言いたいことは効果。で、検討するのはその効果を生む要件に該当する事実があるかどうかと。これが検討の対象です。 論文で考えるときには言いたいこととその要件というね、えー、この発想で言いたいことの要件が整っているかどうかというのを見ていくような感じになりますので、まとめると次のページです。4ページ。はい。えー、事例問題でして、人間関係の整理はちょっとまずしてください。えー、手順の1ですね、えー。人間関係図できたらまあ自分で作るというね、えー、それをお勧めしますが、まあ、手順1のところは、 入門の24回の民法の中で、皆さん、おそらく僕と同じような手順ね、書けるようになってくると思いますので、えー、ここの図の作り方は、おいおい勉強しようというふうにしておいてください。ね、とりあえず、人間関係図と時系列は、まあ、あの、講義の中でたくさん触れていくんでね、大体こう想像つくと思いますので、まあ、あとは手順2です。人間関係図を作ったら次どうするかっいうと、まずは原告の立場。言いたいこととその要件というね、えー、そういう感じで考えていくと。 こう思ってください。まあ、手順の2。よかったら解説チェックを入れておいてください。えー、まずは原告の気持ちになって言いたいことを考え。まあ、ッコ書きは飛ばして結構です。言いたいことを基礎づける要件満たされるか否かを検討すると。 で、言いたいことが思いつくかどうか、これ当事者目線と僕が言ってるやつですね。えー、当事者だったら何が言いたいというね、それ考えるとまずはヒントですが、思いつかなかったら条文探してくださいっていうね、そんな感じです。言いたいことね、必ずまあ条文にヒントがあるということありますので、言いたいこととその要件というね、そういう感じで進めましょう。はい。で、手順の3、ここで終わりじゃないです。一方当事者が言いたいことあっても、 反対当事者は反対当事者で言いたいことあるわけね。これ離婚なんかやるともう本当に多くわかるんですけどね。えー、離婚当事者はね、あんたああいうこと言ったああいうこと言ったやんか。だから離婚だ言うけどね。いやいや、そんなことないそんなことない。私はこういうつもりだったんだってね。えー、離婚の当事者は大体そういうふうな主張反論が出てきたりしますけども。まあ、普通の契約トラブルも一緒です。ね。あんたちゃんと払ってくれへんかったやんか。なんでや。ね。いやいや、それこういう事情で払えないって言うたやないか。とかね。えー、そういう感じのこう言いたいこと、反論出てくるはずです。なので手順3としては丸の3。解説チェックね、ちょっと入れといてください。反対 当事者の気持ちに至って反論したいことでカッ書きは今は一旦置きましょうを考えで ちょっと飛んで、反論を基礎づける要件満たされるか否かを検討すると。はい。えー、手順3のところは否認か公弁かという書き方してまして、これ民訴法学習後に分かれば結構です。民訴まではもうとにかく反論とも取ってください。ね。とりあえず反論というふうに持ってってもらってね。えー、民訴やった後は否認と公弁が区別できるという状態になると思いますので、今の段階はちょっと保留ということで、えー、進めるようにしておいてください。はい。えー、とりあえずまあ言いたいこととその要件で、原告側、被告側、じゃあその次どうすると、また原告側の再反論があれば考えるというね。 えー、そういう感じで進めていければ OK よとこう思っておってくださいでたい言いたいことのヒントですが物件と債券のどっちかです物件的な言いたいことか 債権に関する言いたいことかみたいになってくるんでね。えー、また物件と債権のお話はまたこの後やっていきますけれども、物に関して言いたいことか。物件これは物に関する権利と思ってくださいね。えー、物に関する権利で物に関して言いたいことなのか、債権人に対する権利と思っていただいたら結構ですが、人に対して何かしてくれというふうに言いたいのか、どっちなんだというのをね、考えるような感じになると思っていただくといいでしょう。はい。 その後、まあ、民法の勉強の仕方ですね。これちょっと復習の仕方ですよね。えー、復習の仕方にもちょっと繋がってくるところなんですが、練習問題ではできたらこの3番ですね。えー、その民法の学習の仕方と書いてあるところも意識しながらやってみてください。まあ、講義の中でね、私の方が、えー、事例問題だったら手控えず作ってね。で、えー、まず原告の言いたいことなに。で、要件どう で被告の反論何言いたいことどうと要件どうというのは、ね、一応皆さんと講義の中でやりますが復習の時は皆さんそれを自分でやるというねえそういう形になりますので実践的に自分でやってみるというのも、ね、えありだろうと思います。まね、小試験の、まあ、勉強にあたって ドリルみたいなね。そういうものが非常に少ないね。一応分野ではあるので、なんかこうね、今までの勉強してたら、例えば数学だったら練習問題あったのにとかね。そういうのをこう思う方結構いるかもしれませんが、実はテキストそのものがドリルにもなるね。そういう勉強の仕方皆さんにはお勧めしていきますんで、テキストで問題チェックのところ。要はあれ、ドリルだというふうに思ってやるね。そういう感じでも全然 OK なわけですのでね。なので、そういう意味でまあ問題一応チェックね。ところは考えながら、まあ事例問題だったらね、実際解く。 問題解くんだというね、そんな感じでちょっとやってみてください。はい。えー、うことで、まあレジメ4ページまでで、え民法の解き方終わりっちゅうね。えー、またまあこれは、そのうち身につくわと思っとってくださいね。いきなりは身につかなくてもゃらないので、まあそのうちというね、そういう感じで進めていきましょう。はい。えー、5ページから6ページにかけては、ちょっとまたね、えー、かるべきところでということで、一旦ちょっと置いてね、えー、テキストに入っていくことにしましょう。はい。えー、一旦もう、レジメは置いていただきまして、えー、テキストに、えいよいよ中身入っていくという感じにしたいと思います。 はい、えー、テキストセブンサミットの第8版ですね、えー、民法1の方をやっていきたいと思いますが、はい、えー、ものすごい分量です。えー、テキスト3冊1000。 数百ページというね、鬼のような分量に思えるかもしれませんが、実は論文対策で押さえるところは3560ページにね、縮められますんでね、えー、その意味で、こんだけの分量をね、全部がっつりやらなきゃいかんという思わなくて結構ですね、えー、メリハリ絞ればものすごく絞れますね。まあ皆さんね、えー、今入門後受けて入りますけども、2年目以降に私のね、えー、セブンサミット圧縮版というのをね、配布することになっておりますけども、圧縮版見るとね、え、こんなのってね、そんな感じで民法が収まりましてね、それを持ち歩きしとけば電車の中でも復習できる。 るわってね、えー。そんな感じになるのかなというふうに思います、えー。テキストね、とりあえずまあそれは第8版ですね。えー、こちらの方をまあ使っていくというふうにね、ええー、戻ってください。はい、えー、とりあえずまあ一応ね、目次を先に見ていただこうかなというふうに思いますけれども、えー、目次をちょっと開いていってください。はい、えー、一応条文の順番に並んでおります。えー、民法の目次ですね。第1編民法総則というふうにね、<laughs> 書いてありますけれども、これ先ほど契約法との観点はどうだったかっいうと。 契約前のトラブルが多いというふうに思っておってください、ね。この第一編で学習するのは契約前のトラブルが多いよという意識を持って、ね、見ておくといいと思います。なので契約前に、うわ、勘違いした、うわ、騙された、うわ、脅されたとかね、えー、そういうふうな話を、まあ、やっていくという感じになりますので、まあ、とりあえず民法相続ですね、えー、目次の1ページのところですね、相、え、続、ー、のところは契約前のトラブルをやるというふうに、ね、思っていただくといいかと思います。はい。 で、それをしばらくやっていくと270ページになるんです。あごめんなさい。目次でいくと、えー、右のページですね。皆さんね、8編だと右のページですね。えー、第2編、物件と始まりますね。えー、こ,こからはまた物に関する権利の学習ということになってくるんですけれども、えー、物に関する、まあ、学習。 契約に関しての物件変動が、まずね、えー、ちょっと最,最初の第1章ですね、物件相続と書いてあります。これ契約にそ関して、まあ、えー、第1章ですね、えー、契約に関しても物件の移り変わりですよね。えー、これを見るのが第1編と、第一章ともとってください。から第2章も合わせてね、物件相続ともっていただくといいです。えー、第2章、次のページね、えー、物件変動と書いてますが、これも物件相続の続きというね、そういう意識を持っておくといいかなとは思います。なので、この第1章、第2章までが、 契約後の、ちょっとね、まあトラブル絡みになるというふうに思っておいてください。で、契約後の少しのね、トラブルがちょっとね、入ってくるぞというふうに思っておくといいでしょう。で、第3章、4章、5章については、ほぼ択一用というね、えー、そんな感じです。あんまり論文では出ないぞっちゅうね、えー、そんな感じです。特にまあ第4章所有権と書いてますしてね、えー、第4章所有権めっちゃ大事じゃんと思うかもしれません。確かに大事ですけどね、えー、所有権に関するトラブル、お隣さんトラブルですね、えー、第4章第2節総輪関係と書いてます。実務出ると、めっちゃ、 頭痛い問題ではありますが、択一でしか出ないね。えー、送輪関係ですね。これはもうね、論文では絶対見ないぐらいのね、そんな感じになってくるんですけども。まあ、要はこの第3章以下は、かなりね、軽く勉強という感じで思っていただいたらいいかなというところになるかと思ってください。はい。えー、それに対して第3編の担保物件はちょっと質が変わります。で、この第3編の担保物件は、どっちかというと、回収の問題だと思ってください。 契約後のトラブルの中でも回収に関するお話というふうにね、ちょっとこれ契約法ではないけれども、再権法に入ってないけれどもね、第3編全体は回収に関するお話だというふうにね、思っておってください。先ほど契約法について分けましたよね。前のトラブル、後のトラブル、回収という感じで分けたと思うんですが、これは回収のお話が第3編と思っておってください。はい。 続いて第4編ですね。えぇ、ー、再建、総論と書いてますが、こっから先、もう契約トラブル、もうね、えー、彩り緑というね、えー、そんな感じでありますけれども、まあ、第4編のところは、まあ、行ったり来たりというね、そんな感じであります。まあ、契約後のトラブルですね。えー、それと、プラス回収の問題というのがね、ずーっと続いていくというふうに思っとくといいかなとは思います。はい。 えちょっとこのね、第4編以下の目次はもう後でということにしておいてください。今の段階ではね、まああんまり細かく見てもしゃあないぞというところでね、えー、見とくのはまあ後でもいいかなとは思います。はい。ちなみに目次後ろの方ね、え,ー、えーっと、目次でいくと5、6ページ目、7ページ目ぐらいになるのかな、えー、?7 ページ目ぐらいになると、えー、第7編事務管理不当利得不法行為と書いてますが、この第7編以下は契約以外のトラブルと思っとってくださいね。えー、第7編以下ですね、えー、ここは契約以外、非契約法というふうに持っとくといいかと思います。 で、第8編、親族相続ももちろん契約外のトラブルね。契約以外のトラブルですが、まあ、第8編は、 論文で出るのは限られたところという感じなので、ね、えー、ここも択一中心の勉強というね、えー、そんな感じです。まあ、第8編全く論文で聞かれへんか、ちょっと聞かれるとか聞かれるんでね、えー、そういう意味でちょっとメリハリを気きつけながらという感じであるかなと思います。まあ、テキストでは220ページ分ぐらいね、あったりしますけれども、うち論文用は15ページぐらいというね、えー、そんな感じですので、もうそこだけがっつりやろうというね、えー、それぐらいに絞って絞ってやろうというふうに思っとくといいかなとは思います。はい。えー、すいません、目次のところは以上でおしまいにしまして、<laughs> え一応まあ、テキストね、えー、1ページ目からまあ、

あのー、中身に入るというよりはね、えー、ちょっとまあ全体的なガイダンス的なお話というね、えー、民法全体のイメージみたいなね、そんなお話が多いよと、中身に入るのはやっぱりね、休憩挟んだぐらいからになるよというふうにはちょっと予測しておいてください。しばらくね、えー、民法って何みたいなね、えー、ちょっとこう、抽象的なお話がしばらく続くというふうに思っておくといいかと思います。はい、えー、民法1ページですね、早速ちょっとテキストを開いていってください。え、民法の、まあ、入門というところがね、えー、一応第一節で上がっております。ここから33ページまで、 民法とはというテーマでくくっといてください。で、えー、ここから33ページまでね、ちょっとしばらくありますけれども、民法って何というね、えー、そういうテーマがずっと続いていくと思ってください。えー、33ページまでです。そうですね。えー、33ページまでで、えー、一旦ね、えー、一括りという感じですが、えー、民法とは何そういう話がずっと続いていくと思っとってください。はい。で、まず民法って何だろうと。これから勉強する民法って何横の位置です。民法とは何か。早速 A ランクにしといてください。はい。えー、民法とは何か。 一応一言でね、説明つくようにはしといてください。はい。えー、民法とは何かということでいくと、基本は民法の民は市民の民です。市民の民で市民間の喧嘩のルールと、こう思ってください。いいですかね。えー、民法の民、市民の民ですのでね、えー、市民間の喧嘩のルールというふうに思っておくといいです。それを専門用語で6文字に縮めると、横1、2行目のようになります。横の1、 え、関数字の1のことを横1。アラビア数字1を縦1と言いますんでね。そこはちょっとルール付けと思ってえ来てください。横の1の2行目に解説チェック入れちゃってください。司法の一般法と。こうなります。で、私法って何なんだ司法って何なんだもう少し説明がありまして、そのページのちょうど真ん中あたりにそしての段落があります。そしての段落に解説チェックを伸ばしておいてください。司法は、 私人間の法律関係についてのルールを定めた方と。はい。まあ、そんな感じで、市民間の法律関係、法律関係言ってますか要は喧嘩と思ってください、ねえー。市民間の喧嘩に関するルールという風にね、割り切っていただけるといいかなと思います。なので、まあ、市民間の喧嘩で契約になり、ごめんなさい、喧嘩になりやすいのはまずは契約関係あるとね、一番喧嘩になりやすいということになったりしますね。えー、皆さんもま、不動産借りたりするとわかるんですけどね、えー、例えばこう一人暮らしするのに、 マンション借りましたと。で、マンション借りるときはトラブルになりません。借りた後に、例えば出て行くときにね、えー、あ、お前が作った傷だ、お前が治せとかね。えー、あるいはもう敷金で、ね、お前には返さないよとかね。えー、そんな感じでもう契約の終わるときにトラブルになるということはもう結構ありまして、まあ契約は結構市民のトラブルの中心と、こう思ってください。まあ契約はトラブルが起きやすいというね、えー、そういう感じで持っとくといいかなとは思います。はい。とりあえずまあ司法です、ね、法律関係のルールと書いてますが、これ契約に関するトラブルが比較的多いぞというふうに持っとくといいかなとは思います。 はいちなみに司法の一般法というね、えー、横の一番の2行目、解説してくれましたが、司法は今言ったように、市民間のルールと、なんですが、一般法ってなんやねんというところが残ります、で一般法ってなんじゃということで、下から4行目に解説してくれちゃいましょうかね、1ページ、下から4行目、そこでの後に解説してくれちゃってください、えー、特別法、括弧、会社法、商法、会社法などが優先的に適用され、特別法に規定がない場合に、一般法が適用される。はい ということで、一般法というのは、まあ、ある意味ね、えー、なんうかな、ピラミッドの底みたいな感じですわ。ピラミッドの底にあるのが一般法と思ってください。で、ある意味その上にあるのが特別法で、特別法の網にかかるものは特別法優先と。で、特別法の網にかからないやつが一般法で適用だと。いう感じでね、特別法あれば特別法から、で、特別法なければ一般法の民法にと。ただまあ、民法の素材はほぼね、民法点から聞かれるんでね、特別法であるものを考えるとあんまないですけれども、この思考が大事になるのは、 商法入ってからです。商法入ってからね。今商法の勉強してるはずだけども、商法適用ないから民法を使おうというねえ。そういう場面が結構出てくるんでね。えー、とりあえず商法に入ると、この一般法というところはすごくね、通、え、観、ー、できるようになるんじゃないかなというふうには思います。はい。ということで、まあ民法ってなに、一言で言うと、 市民間の喧嘩に関する一般ルールというね、えー、そういう説明ができるよということになります。はい、えー。早速次のページ行っちゃいましょうか。横の2番に次のページ、2ページです。はい、えー。民法の形と書いてあります。で、民法の形なんですけれどもね、えーまあ、大事な概念を中心に、まずはね、見ておこうかなというふうに思います。で、横の2の縦1、縦2はもうさーっと流し読みで結構です。もう今の段階ではね、縦の1番、えー、横の2の縦1、縦2ですか、まあ、あんまり気にしないという程度で流し読みしていただいたらいいかなというふうに思います。特に ランクもつけませ選択肢3番、法律関係のところですね、えー、ここに、えー、中心にチェックを入れることにしましょう、えー、3番、A ランクにしておいてください。はいえー、法律関係というね、えー、ちょっとこう、抽象用語が出てますけれども、民法の問題でも、法律関係論ぜよという問題がよく出るんですが、これは置き換えたら、権利に置き換えちゃってください、請求に置き換えちゃってください。 当事者の請求に置き換えたら結構ですで法律関係論ぜよと聞かれたら当事者間でどんな請求をしたいかというね請求の問題に分類してもらったら結構ですで請求というふうになるとちょっとピンとまだ来ないかもしれませんが請求権これを考えると。 いうのが民法だったりしますね、えー、請求考えろ、これ言い換えたらどんな請求権があるかというふうに考えるということだと例えば事故りました車にぶつけられましたと入院治療費がいりますという時に治療費払ってねという請求するんですがこれは損害賠償請求権を主張すると。 いうことに他なりません、ね、何か言いたいことを言う請求するイコール請求権を主張するというね、えー、そういう感じになりますので、えー、この請請求求イコール請求権権利です、はいえー、民法の問題ね、えー、請求を考えるイコール権利を考えろというね、えー、そういう問題にもなってくるというふうに置き換えるといいですねで被害者からすると権利でも加害者から見ると義務になりますね 権利と義務は表裏というふうに言われるところはそこにありましてね。えー、最近ちょっと痛ましい事故がね、えー、あちこちであったりしましたけれどもね。えー、とりあえず、請求権ね、ね、えー、被害者から見ると権利。 加害者から見ると義務と。いうことで、ね、権利と義務は裏返しというふうにね、思っていただくといいかと思います。はい。え、とりあえず法律関係となったらこれはもう権利義務というね、えそういうふうに置き換えてもらったらいいかなとは思います。はい。括弧の1ですね。え、早速解説してく入れちゃってください。えー、民法は以下解説してくれといてください。えー、民法は市民社会における法律関係のすべてを権利およびその裏返し者の義務という概念を用いて表現と。はい。金払え。 お金貸したらだって返してと言いたくなりますよね。えー、お金返してという請求権。これを考えると。いうことで、まあ、権利を考えるというね、えー、そういう感じになります。まあ、おのずとそのうちなれるわ、というふうに思っとってください。はい。で、この権利に関しては、実は大きく2種類に分けとくといいです。カッコの2番、債権と物件と書いてます。原告の言いたいことは、債権か物件かどっちか、というね、えー、そういう感じを持っとくといいかと思いますが、カッコの2ですね、えー。早速2行目に解説セクちょっと入れちゃってください。えー、ある人が、 ある人に対し、特定の行為。まあ、時計の引き渡しや代金の支払い、これを要求する権利と。これを債権というふうに言っていきます。で、三条目も入れてください。そのような権利を債権と呼ぶと。で、債権に対応する相手の義務を債務というと。はい。いう感じで、このね、債権ときたら、人に対する権利。とも取ってください。 ある人に対して、これしてくれ、あれしてくれ、というね、えー。そういうふうな請求権。これが債権と思ってください。人に対する権利というふうに思っておくといいですね。なので、損害賠償請求権なんかまさにそれでね。えー、あんた損害賠償を払ってよ、というね。えー、ある人に対するそのね、特定の権利ですね。これを債権というふうに言っていきます。はい。それに対して、物件、物に対する権利ですね。えー、次の段落、解説してくれちゃってください。えー、物件、青文字、解説してくれた上で、 その行の末もチェック入れといてください、えー、解説チェックです人が物に対して有する権利とはい、ということで物に対する有する権利を物件なんちゅう、ね、名前を付けていくというところではあるんですがすみませんここでページちょっと飛びます矢印 P271 と書いておいてくださいで持っている方はもう一気に ごめんなさい、270ページ、270ページです。P270 です。P270 で、ちょっと物件の学習、先にね、概念の学習ということで、先にちょっとやっちゃいます。270ページです。はい。 物件、ちょっとね、え、これ今日、早速、え、その民法の事例問題考えるというね、え、そういうところで必要になってくるので、え、もういきなり物件の中身ね、ちょっと入っていくという感じにしたいと思います。はい、え、270ページですけれども、え、百0十ページ物件のところですね、え、そこにちょっと早速解説チェックをね、入れちゃってください。え、ごめんなさい、ランク言わせた。え、ランク言わせた横 1WA にしといてください。え、横の1番270ページですね、え、横の1番 WA に上げといてください。はい、え、物件って何ということも早速ね、ちょっとあちこち飛んで申し訳ないですが、 1>, 1番に解説チェックを入れておきます、えー、物件とは、物を直接的排他的に支配する権利とで直接的排他的って何やねんということでいきなりもう2番に飛びます直接的、かっこ1まず解説チェック入れちゃってください。直接性、他人の行為を介さずに事故の意思のみに基づいて物を支配できると。 1> 1ページあのまた後ほど口頭で解説していきますね先にちょっと作業だけします。括弧の2排他性解説してくれてください。排他性、1つの物件存在する物の上には同じ内容の物件は成立し得ないなんかちょっとややこしい概念がいきなり来たなというねそんな感じになるかもしれませんけれどもとりあえず物件って何物に対する直接的排他的な権利ということでじゃあ直接的なんやねんというところなんですけども例えばこれ私が持っている六法ですわ。この持ってる六 私の所有権ですから、私の自分の意思だけで売れると。もちろん、貸すのも自由。捨てるのも自由。で、ね、破るのも自由と。破れたりしませんけどもね。えー、とりあえず、まあ、この、物を支配しているということは、自分の意思だけで決めれると。これを直接性という言葉を使っていると。こう思ってください。ね。えー、自分の意思だけでやれる。というね。えー、そりゃそうですね。えー、これ、物ですから、ね。で、 売るぞいいかとかね。わざわざ物に確認したりする人はいないと思うんですね。で、これ売るぞという時に物が嫌だとかね。そんな反応することは絶対ないね。これ、人に対する権利だったら、相手が嫌だという可能性はあるけれども、物に対する権利は、この、物が嫌だとかね。そういうふうにまあ叫ぶことは絶対ないわけでね。そういう意味で、物に対する権利は自分の意思だけでできるんだというふうに思っていただくといいかと思います。はい。これが直接性というふうに思ってください。さらに、排他性。かっこの2番。一つの物件、存在する物の上に、同じ内容の物件成立しえない。 私の六法です。私の六法なんで、皆さんの六法じゃないです。言い換えましょうか。私の所有権がこの物に載ってるってことは、皆さんの所有権はこの上には乗っからないと。こういうことになりますよね。同じ物の上に同じ内容の物件は成立しないというね、そういう話を排他性というふうに読んでいきます。はい。えー、自分の意思だけで決めれる直接性。同じ内容の物件は一つの物の上にはもう入らないというね、そういう話を排他性と。 いうふうに読んでいくんだと思ってください。はい、とりあえず言葉の話ね、えー、直接性、排他性というのが物件の特徴だよというふうに思っておくといいでしょう。はい、えー、さらにはもう一個ですね、えー。この物件なんですけれども、よいっそ、えー、続きで三つの機能があると言われています。はい、えー、物件。 三つの機能があると言われています使用わかりますね使うです私がこのロップを持っているということはこのロップを自由に使っていいとこういうことですね所有するイコール使用していい収益金儲けに使っていいまあ私のロッです。いろいろ書き込んでます まあ欲しい人が見たら欲しいと思うかもしれませんね。まだ皆さん今欲しいとか思う人いないかもしれませんけどね、えー、まあかなりプレミアなやつだよと、1日貸してあげる1000円とかね、いやそういう形で儲けても構わないと、収益、金儲けに使っていいというね、えー、そういう話が収益と思ってください。処分、これは物理的に捨てるというのももちろんですけれども、売るというのを想定していると思ってください。ねえー、処分と書いてあるのは、売るというね、そういう話だと思っていただいたらいいですね。売るあるあいは 他にもあります売るのと同様なのは、七に入れる、ね、七に入れたら、ね、一応物を渡してお金を手に入れるという感じになるんですけれども、まあ、物で、七に入れるとか売る、ですねこれが処分というふうに思っていただいたらいいかと思います。まあ、とにかく、物件というのはこの3つの権利のどれかでありまして、3つともあるのが所有権とでも書いておいてください。 使用収益処分ですね、えー、3つともあるのが所有,、えー、所有権だというふうに、ね、理解をしておいてください。これを自分の意思だけでできるんですよ。いいですかね、えー、所有権、ね、物件というのは直接性がありますので自分の意思だけでこの使用収益処分できるんだというね、えー、これが物件の非常に強い権利性を表しているというふうに思っていただいたらいいかと思いますこれ非常に強強いいい権権利利と思ってくださです。 強い権利なので、他の人にも分かるようにしようかというところが結構出てきます、ねえー。自分の意思だけで決めれる。その強い権利ですので、誰も目から見ても分かるようにということで、271ページにちょっと続きの解説チック入れちゃいましょうか。はい。えー、カッコの2番の米印、直書きのところに解説チックちょっと入れておいてください。えー、物件の配達性から取引の安全確保するために、 物件の内容、帰属を外部から認識できるような工夫、工事方法177、178 17がされていると、はい、そこにちょっと解説してくれちゃいましょうかちょっとイメージするために、まあ、梅田駅前の土地があると思ってください大阪の中では結構ね価値の高いところです。 一粒あたりの値段とかねもうびっくりするぐらいの値段というふうな感じの土地があると思ってくださいこの土地ですねある A という業者が皆さんの前に現れたと思ってください皆さんの前に現れてこの A という業者が「梅田駅前の土地いりまへん」と「俺持ってんねんけど俺持ってんねんけどこの駅前の土地絶対儲かるからお前いりまへん」とか言って売りに話が来たと思ってください自分 X と思ってください 皆さん、買いますちょっとうさんくさくないですかね。この A という業者がお前、俺の土地だと言って持ってきてるけどね、ほんまにお前の土地なんと。これ他の人の土地だったら大変なことになりますよね。他の人の土地を勝手に売った売買わされるとかね、もう最悪です。ね、買ったはいいけれども お金は返ってこない、ねえー、これまあ土地ころが仕事で去年問題になったね事例がありますけれども、えー、これね土地俺のもんだけど言うてね売りに出てくるやつ出てくるんですね。でそういうことをされたらこの物件の強い権利性っていうのはね、えー、そこをちょっとね考えると怖い話なんですね。そういう意味で本当に A が所有かどうか。 確認したくなるはずです。で、確認できる方法がこれが登記というものになると思ってください。A がじゃない A のですねすみません A の所有かどうかね。はいということでまあ物件については強い権利です。 下手して変なものを使かされたら大変です安心して取引できるように、ね、この取引の安全という、ね、言葉は聞いてますけれども安心して取引できるようにというそういう意味です安心して取引できるようにまあ変な損害ねえー、おかしな、ね、取引で損害被らないようにともちろん入ってますねおかしな取引によって損害を受けないようにというのも入ってますけれども登記ですねえこれを備えさせることで 陶器を見れば、あ、A のものかわかると。ね。えー、一応このね、えー、口で言ってるだけだと、ほんまにあんた持ってるのかと。確認しようがないですけどもね。えー、陶器というふうな公の制度で示すというものによって、危ない取引なんかを排除できるという感じになると思っていってください。はい。えー、とりあえず、ま、物件ですね。えー、強い権利なので、工事をしようというね、こういう話になっていると思っておってください。はい。えー、3番入りましょうか。債権との区別。えー、債権はもう先ほどね、えー、テキストの前半のところでチェック入れましたけれども、まあ、人に対する 権利というね、えー、そこの、えー、内容が確認できたらいいでしょう。はい、えー。3番。とりあえず1行目の末に解説チェック入れちゃいましょうか。えー、債権とは、特定人、債権者が、他の特定人、債務者に対して一定の行為を請求する権利と。はい。まあ、そんなところにチェック入れていてください。はい。で、債権は、先ほど物件の言うところの、直接性も排他性もありません。債権については、相手があることですからね。 お前金払えと言ったら嫌だというふうに言ってくるかもしれないね。自分の意思だけでどうこうできるというのではないというのが債権です。さらに多重債務って聞いたことあると思うんですけどね、えー、債権というのは複数成り立ちます排他性がないっていうんですけどねはいこういう状態聞いたことありますねあちこちから借金しまくり 同一人の上に同一内容の債権が成り立ち得るというのが債権の特徴です。排他性がないと。多重債務、ね。こうなったら大変ですね。えー、まあよく相談ね、えー、来たりする人いますけれどもね、えー、債務多重ですよね。えー、多重債務。これは債権では排他性がないので、 成り立ってしまうという感じでね。えー、物件ではこういう状態になり立ちませんけれども、再現だとこういうのがあり得るという感じです。まあ、こうなったら皆さんどうするかですけどね。えー、だいたいまあ、借金のカットですね。えー、これはまあ一応お願いしてきていったとね、えー。そういうのがあったりしますけれども、まあ、破産したりとかね。えー、そういうので、ね、いろいろと、まあ、借金のカットで、ね、え、方法あったりしますが、まあ、これは、え、特別法のお話です。はい。えー、271ページ。 とりあえず物件というのはね、えぇ、ー、えー、制度をね、ちょっとまずは軽く理解いただいたんですが、もう少しだけ物件ね、お付き合いください。えー、横の2番、物件法定主義と書いてます。えー、これはランク B で結構です。はい、えー、横の2番はランク B で結構ですが、物件、強い権利です。強い権利なので、どういう権利なのか、やっぱり法律ではっきりさせようと。 こういう風な方向性に入っていると思ってください。括弧の1解説チェックちょっと入れといてください、えー。物件は民法をはじめとする。法律で定められたもの以外は当事者が合意で創設することができないとで物件法定主義。 で、なんでそんな風にしたのかですが、次のページ、カッコの2番、趣旨と書いてあります。はい、趣旨の丸の2に解説チェックをちょっと入れちゃったらいいかなと思います。はい、272ページ。まあ、解説チェック入れなかったところはもうね、読み流しで結構です。えー、カッコの2番、丸の2に解説チェック入れちゃってください。物件は、絶対性、配達性を有する権利と。で、内容を確実化しておかなければ、取引の安全外いいし、第三者に不足の損害を与えてしまう恐れと。 これだけでも理解できる人はちょっと頭が良すぎる中でゅうね、完、え、全、ー、もう少しちょっと説明があると思います。もし、です、これね、もし、もし物件法定主義がなかったらどうなるかです。 で具体例を挙げましょうかね、まあ、私、結構野球するのが好きなので野球を見るのもやるのも好きなんですけども、えー、野球、ねえー、する権利ということで土地に対する野球権なる権利が創設できるとなったらどうなるかです。ある土地の上に 野球圏なる物件ですね。えー、これが設定できるとかなったらどうなるかです。はい。皆さん、この野球圏欲しいですかまあ、野球興味ない人は別にいいよってね、なりそうですけどね。えー、とりあえず、まあ、毎日でも自分のね、好きな時に好きな野球ができるとなったら、これはいいなと思うかもしれませんけれども、困るんですね、これね。野球圏なる物件、作ったはいいけども、じゃあ、具体的に何ができるのと、練習だけできるの試合ができるの朝、夜使えるのあるいは、時間制限どうなの よそに貸すのどうなのいろんな問題出てくるんですね。物件って。いろいろ考えると、物件を新しいものをどんどん作れるとなると、ようわからんな、これはと。と <laughs>、ね、そういうふうな物件がどん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 出来上がって、逆に取引を冷え込ませます。野球圏になる物件いらないと。誰もいらないと。<laughs> そういう感じになってしまうね、えー。そういうふうなことも考えられるので、まあ、勝手に想像する、ねえー、作ってしまうと、まあ、こんがらがる。こんがらがるし、下手すると、 取引の安全が愛するね。お、野球できる権利だと思って買ったら、実は練習しかできませんとかね。えー、そういう話になると、これちょっと困ると。取引やったはいいけれども、損失こむるみたいなね、えー。そういうのもちょっと起こり得るので、この物件法定主義ですね、えー、内容を確実化して、取引の安全ですね。安心して取引できるように、条文に書いてない物件、基本的にはないというね、えー、そういう形にしようじゃないかと。こういうね、いい感じだと思ってください。はい。 曖昧 <laughs> 曖昧でかつ複雑になるおそれがあります。 なことで、まあ、物件法定主義中ね、えー、そういう考え方で、もう法律に書いてない物件は認めないよというね、えー、そういう方向に入っていると思ってください。まあ、同じような話でいくとね、えー、ある土地の上で虫取りができる権利とかね、えー、そういうのも作ろうとしたまま、これ物件としては無理だと、こう思ってください。ね、あるいはこうね、潮干狩りができる権利とかね、そういうのをットしようとしてもこれもうダメよと、ね、あくまでもこれは物件としては認めませんというね、えー、そういう話だと思ってってください。はい。 ということで、まあ、それぐらいで結構です。はい。272ページに種類いろいろ上がってますけども、これも民法全体学習語で結構ですんでね。えー、今の段階ではちょっと軽く飛ばしといてください。ね。今の段階では飛ばします。ね。えー、軽く流し読みというね。えー、そういう扱いでも、今読まなくても結構です。ね。234ですね。えー2、234についても読まなくていい。むしろ34はバッテンぐらいでもいいですよ。という感じですんでね。えー、3番4番についてはもうね、バッテンして、もう今は飛ばす。ね。えー、そういう扱いでもいいかなと思います。はい。 274ページまですいません。ちょっと飛んでいただきまして、第2節はまたね、物件入ったところでやりますんで、第276ページ、7ページ、すいません、276ページまで、7ページ、ごめんなさい、277ページです。そこまでちょっと飛んじゃってください。はい、物件の効力と書いてあります。ここはちょっと一枚、一部ね、今日のところでやっちゃおうかなというふうに思います。第3節 WA にしてください。 全体構造編聞いていただいた方には一部重複します。ね。えー、全体構造編とかなり重複するというところになりますけれども、物件の効力ですね、えー、物件って強い権利だよというところをね、ここで再度認識をしていただければいいかなというふうに思っております。はい、えー、まずは横の二番の縦の一ですね、物件相互間の優先効力と書いてますが、ちょっと具体例をね、えー、書いておくとわかりやすいと思います。はい、手控えの図ですけれども、A が持っている土地がありますと、 この土地を B が買いました S はセル売買を指していると思ってくださいその後 C も A から土地を買ったと A の所有権が二重譲渡されたという場合を想像しますはいこの時1番物件相互間の優先項ですね B も俺買ったんだというふうに言いたいよね俺の所有だと言いたいし C も俺の所有だと言いたいとどっちが勝つの という話ですけども先ほど不動産については取引安全から所有を公示しましょうという話がありましてね早期先に備えた方が勝ちというふうになると思ってください縦の1、はいえー、早速解説チェックを入れちゃってください、えー、物件の効力ですが縦の1ですね括弧の2の米印に解説してくれておいてください、えー、工事の原則採用されている結果優先的効力は実際には工事 すなわち不動産では投機177、引き渡し178、これを先に備えた方が優先すると,ということで、不動産については投機、動産、まあ、おにぎりとか、ね、えー、本とか、いろんなものがありますけどね、えー、その動産も不動産以外、全部動産という、ね、やっていくんですが、またその後ほど詳しい概念やりますが、えー、不動産、動産ですね、えー、不動産は投機。 ど産は引き渡し。ね。えー、まあ、買い物したら分かりますよね。えー、買い物したらね、商品渡してもらうと。この渡してもらうイコール引き渡しというふうに持ってください。はい。えー、これが、まあ、物件の優先項ということでね、えー、先に備えた方が勝ちというね、そういう感じになります。はい。278ページ。2番。債券との関係。はい。債券との関係で。A が持っている土地を B が L 借りたレンタルと思ってください L はレンタルですその後に C が買ったとさあこの土地使えるのはどっちという問題が生じそうですね B は俺が借りたんだから俺が使いたいというふうに言いたいし C も俺が買ったんだから俺が使いたいというふうに思うはずですよね使えるのはどっちでしょうと というところではい、これは物件優先が大原則と思ってください賃貸借はこれは A に使わせてくれと言える権利で債権に過ぎないとこうなります賃借権ってね 物件的にに見えるかもしれなないいいけど債権なんだだとううふうに思ってください賃貸借という契約に基づいて発生する人に対する権利にすぎないとこういう感じですあくまでも賃貸借 B は A に使わせてくれと言える債権にすぎません債権にすぎないので所有権が動く売買に遅れると。 いうことになってしまうと思ってください。物件優先が大原則と、こうなります。はいということで、えー、A に使わせてくれという債権ですね。えー、これは、物件に劣るというのが原則だと思っておくといいでしょう。はい、A、2番、括弧の1ですね、えー。解説チェックを入れちゃいましょうか。はい、A、2番、括弧の1、解説チェック入れておいてください。えー、同一物について、物件と債権が競合する場合、成立前後に関わらず、物件が債権に優先すると。 で、エグザンプルの括弧書き、売買は賃貸借を破る。はい、えー。そこが解説チェックポイントと思ってください。ただ、原則なんでね、例外あります。例外は賃貸借で学習します。括弧の3番、不動産賃借権と書いてますが、不動産賃借権全部とは限らないと思ってください。ねえー、このこのカッの3番は例外で不動産の賃貸借で学習するよということで、えー、ページ番号だけ振っておきましょうかね。えー、ページ番号で878かな。878と。こ、えー、んな感じのページ番号でも振っておいていただいたらいいかなと思います。 はい。不動産陳謝器はちょっと例外でね、えー、強く、あ、868ごめんなさい。78じゃない。68ごめんなさい。ごめんなさい。868です。 はい。まあ、テキスト2でね、しか,るしかるべきところで見ますので、まあ、そこで見とこうというね、そんな感じにしておいてください。はい。えー、以上がま、物件と再建のま、一応優先関係も、物件の効力ね、えー、その優先関係について、物件同士だったら登記備えた方、ね、対抗要件先に備えた方、から、えー、物件と再建だったら物件優先というね、これまず大原則では持っておいてください。で、さらにもう一点物件ね、これが超一番言いたかったところでありまして、横の3番、物件的請求権。 書いてありますはいこれは本当にもう a ル a 飛び越えてねトリ AAA ぐらいの非常に重要なものというねえそんな感じでも取ってくださいはい物件的請求権ですが民法の事例問題で半分はこの物件的請求の問題です物件化債権かというねえそういう観点でいくと半分はこの物件的請求の事例になるというねえそれぐらいの確率論でして非常に大事な問題という風にも取ってくださいただ考えたらわかります 当たり前っちゃ当たり前の話です。物件的請求権ね。えー、考えたら当たり前の話になってきまして、さあ、どんなものか、縦の1、いい、ちょっと解説してく入れちゃってください、えー。物件の円満な支配状態妨害され、またはその恐れがある場合、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権と。はい、そこにちょっと解説してくれちゃいましょうか。はい、えー、全体構造編聞いていただいた方にはね、えー、また重複するところは少し出てきますけれども、 自分が A だと思ってくださいはい自分持ってる土地を B が占拠しているとどうします出てけですよねいいですかね出てけ返還請求考えることになりますね はい他に A が持ってる土地に例えば B がゴミをポイ捨てしたとこれ山林とか所有してるとあるんですよ山林とか所有してるとね何か知らんけれどもね朝あくる日やってきたらタイヤがごそっと置いてあるとかねそんな感じでこう、ね、ポイ捨てされてると自分の土地の上占拠されてないけれども邪魔されてる。 妨害排除請求したいです、ね、いいでですすねねか妨害されてますので、妨害排除請求したい。これ、ゴミポイ捨てに限りません。ゴミじゃなくて、タイヤだったり、自動車だったり、ね、いろんなものがあり得ますけれども、えー、とにかく選挙まで至ってなければです。選挙まで至ってたら返せ、なりますけれども、選挙に至ってなければ妨害排除請求という感じで思っておくといいと思います。まだまだあります。はい、高台に 土地を持っってていると思ってくださいすみませんちょっと A が下手くそもうこれ致命的に A が下手くそなもうこれを堪忍してくださいね、えー、これ高台,の高台にある土地だと思ってください土地ねでちょっと段差になっているところに B さんが土地を持っていると思ってくださいでなんとなく想像つくと思いますけども B さんが何をしでかそうとしたか A さんの土地の下にトンネルを掘ったとこう思ってください B が何を勘違いしたかはね A の土地の下にトンネルを掘ろうとしてるまあトンネル掘ったにするた掘ろうとしたしようかな。 なんかトンネル掘るために、ブルドーザーは用意したわ。ね。あの、掘削機、ドリルまで用意してると。いうような感じになってるね。ちょっと待てと。ええとした心配ですね。自分の年地が陥没するかもしれませんからね。えー、こうなると、まずい。妨害、まだされてません。妨害されそう。なので、妨害予防請求。 これを考えるということになりますね。はい、でこれなんでこんな権利認めたのか、これ、条文ないです。 条文ないんですわ条文ないんだけれども一応認めるということになりましてで、なんでというとまあちょっと近いお話がありましてね、えー、2番根拠のところですねえ、ここにちょっと解説チェックを入れちゃおうかなというふうに思います条文ないけれども認めるというね、えー、そういう感じですで、根拠ちょっと作業になります2の丸の2これは全体学習後に読んでいただいたら結構ですが今ちょっと解説チェックを入れておきます2の丸の2 解説してくれときます。占有権にすら占有疎権が認められているのだから、ましてや本権である物件には当然認められるはず。と書いてますが、これは今の段階でも作業だけです。一応民法全体学習後に戻ってきたら、ああ、分かった分かったというふうになると思うので、今はちょっとペンディングで作業だけというふうにしておいてください。はい、よりも大事なのは丸のさん。これは今理解しておいてください。丸のさん、解説してくれときます。自力救済禁止されている民法の下で、物の直接的支配、全うする必要と。 まあこの辺もちょっと抽象性が高いところでね、あるんですけれども、自力救済禁止、これはもうね、書いてないけど不運率と思ってください。ねえー、どっかの国では自力救済当たり前みたいなね、えー、そういうところがあったりしますけどもね、えー、なんかこうね、工事を続行しようとしてるね、おかしな工事しようとしたら、もう自力でね、えー、ブルドーザーなんかでこう工事を妨害するという,ようなところがあったりするところがありますけども、一応日本では自力救済禁止です。なので、要はこのゴミのポイ捨てされても、A としては、 自分でそのゴミをまた捨てるとかいうのはこれできないというのが原則だと思ってください妨害予防請求もトンネル掘ろうとしていると自力救済禁止なので例えば B が用意したブルドーザー捨てるとかねドリルをこうねた、えー、叩き割るとかですねそういうような自力救済できないと なんでかっいうと、自力救済を認めると、ジャイアンが勝つことになるからです。ね。えー、抽象的に言うとね、力の強い者が勝ってしまうと。そういう世の中になるので、暴力を誘発するというね、えー。そういうことになりかねないんです。自力救済を認めるイコール、暴力による解決。これを優先することになりかねないので、世の中乱れないようにということで、自力救済禁止です。こう思ってください。じゃあどうすんのと。自分ではやれないんだったら、相手にさせるしかないですよね。 いいですかね、自分がやっちゃいけないからお前こうしろというふうに命じれるというふうにやらないと解決しないということになるのでね、えー、ここは物件の強い権利であるけれども自力救済できないということと間を取ったとこう思ってください自分ではできないんだったらじゃあ誰がやる第三者がやる第三者が相手がやるってね、えー、相手にやれと言えるというね、えー、そういう感じで解決しようとしたとこう思ってくださいはい。 いずれもね、相手にさせる権利と思ってください。B にお前どけ。B にお前持ってけ。B にお前やめろ。というね、えー、そういう感じで相手に請求できるというね、えー、そういう感じの権利にしたと思ってください。はい。で、これ、いずれもですけれども、相手に請求できる、イコール、裁判で勝てば、 強制執行できるとこういういものにしまあこれは民訴法学習後にさらにね、えー、理解が深まるかなと思いますんでもう今の段階でメモだけかなというねそんな感じになると思いますが相手に請求できるイコール裁判に訴えて勝てば強制実現できるというね、えー、そういう強い権利にしてあるとこういう感じになっていきます。はい、ということでまあ自力救済認めてないけれども認めると。 えー、自力救済認めない代わりに、ね、えー、強い権利として相手にさせられるというね、えー、そういうふうに一応落ち着かせをしようとしたと。こんな感じになります。はい。3番、法的性質は D ランクで気にしないでください。3番、法的性質気にしないでください。ね、気にしない。はい。で、4, 4番のところ行きましょうか。279ページの4番です。種類と書いてありますけれども、物件的な返還請求、妨害排除請求、妨害予防請求で、ね、えー、とりあえず3種類を、まずは、 イメージできるようにしておいてください。はい。えー、解説チェックを入れておいてください。え百279ページの4番、括弧の1に解説してくれておきます。物件的返還請求権。物件、占有する人に対して返還求めるものと。はい。それから、括弧の2番にもタイトルチェック入れちゃってください。えー、物件的妨害排除請求権。占有以外の方法で妨害するものに妨害の除去を求めるものと。はい。で、次のページ行っちゃいましょうか。3番です。はい。えー、過の3番。 はい。物件的妨害予防請求権。はい。えー、物件的タイトルにチェック入れておきましょう。物件的妨害予防請求権。で、妨害生じさせる恐れのあるものに対して予防措置を求めるものと。はい。で、その下にまあ一応ね、えー、表がなんか3つほど並んでますが、これ覚えるのは択一で結構です、ねえー。基本的にはこの妨,妨害配置請求、妨害予防請求、それから返還請求、3種類をまずはイメージできるというところをまずは優先してください。あとは、その要件です。大事なのはその要件。 でして、はい、えー、要件ということで、えー、その下5番書いてあります、えー。5番書いてあるんですけれども、まあ5番でもいいかな。えー、レジュメでまとめた気もするんですが、ちょっと待ってくださいね。えー、レジュメでまとめたような気がするんですが、はい、そうですね。レジュメ23ページ。はい、えー、ちょっとそちらの方に飛んじゃってください。要件。はい、レジュメちょっと行きなってみますが、23ページです。 はい、えー、物件的な請求権。要件がめっちゃ楽です。覚えるのも楽勝というね、えー、そんな感じの内容になるかなと思いますが、はい、えー、レジュメ23ページ。はい、えー、物件的請求権、要件の補足と書いてますが、一番上、米印に、括弧1、2、3と書いてます。返還請求、防害排除請求、防害予防請求ね、えー、3つ並んでますが、全部要件は、 揃ってるという感じです。はい。えー、まずは、括弧の1ですね。返還請求の要件、丸の1に解説してくれといてください。えー、請求者が物件を有することから丸の2、相手方が占有と。これでいけます。俺のもの、お前持ってる。これでいいわけですね。俺のもの、お前持ってる。だから返せというね、えー、こういう話になります。はい。括弧の2、妨害排除請求も似てます。括弧の2、丸の1ってくれときます。請求者が物件有するから丸の2、相手方が物件妨害していると。 俺のもの、お前妨害してる。だから妨害やめろ。というね、こう言えると。はい。じゃあ、妨害予防は、中と、丸の2が変わるですね。妨害しそうだというね、それでいいと。はい。えー、え括弧の3、丸の1チェック入れておきます。請求者が物件入する丸の2、相手方が妨害を恐れのある事実を支配と。 ちょっと抽象的ではありますけれども、妨害しそうだというね、えー、それでいいわけです。なので、相手が例えばね、えー、さっきやったドリル持ってきてるとかね、えー、なんかブルドーザーで穴掘ろうとしてると、まあこれが一応丸の2の要件を満たしていくと。こんな感じになると思ってください。はい。とりあえず、今の段階でここまでで結構です。詳しい話はその下のお話なんですが、これはまたしかるべきところでお話ししますので、今の段階では保留で結構です。はい。23ページは今のところね、その3要件というのね、これを1回目でやったという感じにしといてください。はい。さて。 一応、ここで、とりあえずね、物件と再建のお話がようやく終わったというね、えー、そんな感じになりまして、テキスト3ページに戻ります。はい、えー、テキスト3ページ、ねえー。あっち行っこっち行っ大変だなとね、なるかもしれませんが、あの、今後の理解のためにというね、ちょっとそういうふうに割り切ってください。ね、理解しやすいようにちょっとね、えー、似てるものはもう一気にやっちゃえというね、そんな感じでやってると思ってください。はい、えー、3ページの物件と再建のお話ですね、えー、これのところに戻りますけれども、はい、えー、物件、結局ですね、えー、人に対する権利じゃなくて、物に対する権利ね。ね、えー、どういうふうな 特徴があったかっちうと、直接性排他性があったとね、280ページのところでね、えー、まあ戻っ270ページ以下でね、テキスト、えー、復習の時にはちゃんとここをね、3ページから270ページまで戻って、で、ちゃんと復習するというね、そんな感じでしといてください。はい、えー、直接性排他性とかね、あるいは妨害排除請求、妨害予防請求とか物件的請求とかね、なんかあったなという風なね、そういうのが思い出せるといいかなと思います。はい、えーか、4番。 ここに入っていきましょうか、はい、4番法律要件と法律効果というねこういういタイトルが上がっております一応これも A ランクにはしておいてくださいで一応テキストの中では確かに法律要件法律効果という書き方になってますけども実際の答案なんかでは要件と効果という漢字を持っとけば結構です、ね、要件効果とこう持っとけば結構ねで今日もう冒頭でお話ししたところにつながりますけども効果イコール民法では言いたいことになると思ってください、ね、効果これが言いたいことになると。 で要件が必要条件というふうに、ね、整理しておくといいかなと思います。はい、言いたいこととその必要条件という、ね、そんな感じで理解しておいてください。はい、でこの発想を持っておくと民民法法、法以下、商訴 刑法刑訴法。この辺りまで行くとね、あ確かにその通りで全部共通だというねえ、その辺も痛感できるかなと思いますけれども、まあ要件と効果ね、効果は言いたいことというね、えそういうふうに思っておきましょう。はい、えー、4番、3行目に解説地く入れちゃってください。えー、3行目、青文字です。解説して入れててください、えー。法律的な効果を発生させる原因を法律要件と言い,いと。で、それにより生じた法律的な結果を法律効果と言っていくと。 抽象的な法学入門でこんな感じになるんですよね、えー。大学の授業でもね、法律要件とはこうで、法律効果とはこうでというふうになるかもしれませんが、実践からすると、ちょっと角度変えた方がいいね。当事者から見ると言いたいこととその要件というね、えー、そういう感じで理解しといた方が理解しやすいと、ね、使いやすくなるかなとは思います。はい、えー。次のページ行っちゃいましょうか。4ページのところはもう流し読みで結構です。ねえー、3番入るまでのところね、横の3入るまでのところも流し読みしといてもらったら結構です。はい。横の3番、民法の構成、パンダクテン方式と書いて ますが一応ねパンデクテンという言葉の意味ぐらいは知っとってください常識にはなるかなとそのうちなるんですけどもね、えー、横の3番 C ランクで結構ですが民法の構成パンデクテン方式何それ共通項前へというねそんな話だと思ってください、えー、横の3書き出しから解説してくれちゃってください、えー、日本の民法点の構成はで次の行でパンデクテン方式というとでパンデクテン方式は一般的なもの共通性のあるもの 相,相論が先に、個別的なもの、各論が後に来る論理性を持っていると。ということで、まあ、数学嫌いで文系に入った方には申し訳ないです。えー、これは非常に申し訳ないですけれども、こういうのがありましたよね。共通項が相則という形で前出ししてあると。 いいう,ふうに思ってくださいパンデクテン方式ね相続、えー、ということでまあ共通のものですね、えー、何が共通かというと物件債権家族全部に共通のものが相続に来ているとでその後物件の中でも物件全体に共通なものが物件相続に来ていると債権も同じです債権全体に共通なものが債権相論という形で来ているということでまあ全部が全部この。 因数分解方式ですで。パンデクテン方式イコール共通性前にという因数分解方式と思ってください。で、えー、これがパンデクテンと。で、このメリットは理解しやすいところは少し確かにあります。ね、共通性のあるものは前にということなんで、えー、一応その性質の 捉え方っていうのはね、分かりやすいところあるよね、えー、後ろの方が格論だから後ろの方から読むというねそんな読み方ができるんですよ後ろの方から読んで後ろの方に書いてなかったらどんどん一個ずつ前に登っていくとで、そんな感じでこうやるんですけども大変です使うのがめんどくさい何がめんどくさいって一番めんどくさいのは例えば債務不履行っというのがあるんですけどねはい、債務不履行の時にパンデクテン方式だと探すのめんどくさいです 債務不履行がバラバララにに散らばるという話になります、ね、この共通項前にというふうなことをやったせいで損害賠償請求というのはまあ財権全体に共通だから総則に入れとこうとこんな感じになってるんですわ。なんだけども541542とこれ解除って言うんですけどね解除っていうのは契約じゃ 会っててて初めて解除という話が出てくるね、えー、契約でなければこの解除というのが出てこないとかいうふうな感じで契約のところにようやく出てくるというね、えー、そんな感じでバラつきてままますすでも実際使使うとはこれらをまとめて使いますなので何が言いたいかというと条文順に勉強するというなると似たものをあちこちで散らばって勉強するってことになるので、えー、これはおすすめしないと。でできる限り似たものはまとめてというねそういう勉強の仕方をするのをおすすめするよと。 こういう感じにね、しとこうかなとは思います。はい。パンデク点方式めんどくさいのは、あちこち散らばるんです。で、共通項前にと言ったけど、共通項にならないものは残されるってね、後ろの方に残されることになるので、なんともなというね、感じであるんですが、ちょっとこの使いにくさ、っていうのはね、あるよ、というふうに思っておいてください。はい。 とりあえずまあ一応テキスト5ページね、民法全体のパンデクク定方式ね、枝分かれ図が書いてありますけれども、まあ、ほぼですが、民法の相続、全体のまあ一応共通ルールというふうに言われてますが、実際はというと、 物件再建の共通ルールだったりするというところが多いですね。え、第1編の総則と書いてますが、物件再建の共通ルールというふうになることが多いかなというふうに思います。なので、まあね、第3編と第4編の間にこう一線引いてね、え、第3編までと第4編以下というね、そんな感じでこう理解しておいてもいいかなという感じでありますね。で、第3編までが、まあ財産関係のお話。第4編第5編は家族関係のお話と。で、家族関係のお話の出題は、 今の司法試験では2年に1回消耗1つというね、そんな感じになってますね。えー、なので、まあ一応6分の1ぐらいの素材率、13%程度ってね、16%程度という感じのね、素材率になってくるかなという感じでありますが、ほぼ85%は、財産から出てるという感じでね、理解しておくといいかなとは思います。はい。えー、とりあえずバンテグテン方式、まあこうなってんだ、めんどくさいなというね、そんな感じで持っとけば十分です。はい。えー、5ページ以下。 はい、えー、民法の全体図と書いてありますけども、ここについてはもう全体学習後にね、ああふんふんふんというね、そんな感じで見とけば十分でして、はい、えー、5ページからですね、えー、かなり飛ばします。ずっと飛ばしていきまして、はい、えー、民法全体のお話がずっと続いていく三33ページまでね、えー、ここの5ページから33ページまでは、もう今は今日の復習段読まなくて結構というね、えー、そんな感じでしといてください。えー、これ、ダイジェストです。 民法のテキストの1から3のダイジェストがここに書いてあるんですけどね。今ダイジェストやるどうするね。えー、今ダイジェストすると多分ね、あれもやってこれもやってあれもやってパンクするんですけども。まあ今はもうせっかくね、えー、民法総則に入ろうとしてるしね。えー、そういう意味ではもう似たようなものをまとめて学習というした方がいいでしょうね。えー、あらゆるものを、は、あ、なんかいろいろこうね、詰め込んでるのがこの第2節のところなんで、第2節のところは全体学習後というね、そんな感じで思っといてください。今はパスというね、そういう位置づけで結構です。はい。なので、 休憩挟んでから34ページというねえ、34ページ以下に入るという感じにしたいと思います。まあ、34ページ以下でようやく民法の中身にね少しずつ入っていくかなというところになります。まあ、一旦10分ほど休憩取ってください。 さじゃあ、後半の方に入っていくことにしましょうかね。えー、後半34ページ以下で、えー、またね、えー、しばらくちょっと言葉の学習というね、えー、その中のところ入ってきますが、徐々にですね、あの、憲法、えー、憲法じゃない、えー、民法の事例問題にね、えー、近づいていくというふうなところになってきますので、まあ、問題チェック等をね、していくところもね、徐々に増えていくかなというふうに思ってください。はい、えー、34ページ以下ですね、えー、しばらくま、第3節、えー、指導原理と試験とね、えー、書いてありますが、ここから42ページまでを一括りに見といてください。えー、ここから42ページまでが、民法の原理原則みたいなね、そんなお話が はい、えー、まあ一応、言葉の学習というね、そんな感じです。ね、言葉の学習というね、そういうところが、まあほとんどかなと。一箇所だけね、ちょっと問題してくれるところもありますけれども、えー、それ以外のところは、ほぼね、えー、言葉の学習と思っとってください。はい、えー、早速ですが、もう第3節、で全体ランク B にしといてもらったら結構です。AB ランクでいいでしょう。 はい。まあ、言葉、見てわかるようにね、えー。そういうぐらいには一応なっといてください。はい。えー、横1、指導原理とありますが、縦の1のうちの2、3、4に解説してくれちゃえばいいかなと思います。えー、丸二かね、解説してくれといてください。丸二所有権絶対の原則。から丸三指摘自知の原則。から丸四過失責任の原則。 ということで、まあ、この3つが民法の全体貫く原理原則だと、こう思ってってください。まあ、所有権絶対って書いてますが、読んで字のごとしです。所有権は一番強い権利というね、えー、強い権利として、とにかくね、えー、所有者の権利は原則制限できないというふうなね、えー、そんな感じのお話だと思っていただいたらいいかと思います。はい。まあ、所有権絶対の原則。基本的にはね、えー、妨害。 え、この所有権については制約課せられないのが原則だというね、そういう位置づけだと思っておくといいでしょう。はい。えー、2番遠隔気にしないでください。から3番カッコの1飛ばして結構です。ね。えー、なのでもう3番カッコの2にいきなりね入るという感じにしといてください。はい。えー、3番カッコの2所有権絶対ですけれども、まあこれ、ちょっとね、言い過ぎです。 なんか、申請不可侵ってね、なんか、法律用語じゃないなってね。そんな感じの言葉が書いてますね。カッコの2番1画目まス見るとね、申請不可侵ね。えー、なんか、神の領域で犯すべからずみたいなね。いろんなちょっと大げさな話が書いてありますけども、そこまでの話じゃありません。基本的には、原則として制約受けないというね。 はいまあ、そういうふうなね、えー一文、一文を入れとけば結構です。所有権絶対。言い換えたら原則として制約受けないというね、えー、そういう話だと思ってください。 ただもちろん原則としてなので例外はいっぱいあります。で、えー、先取りクラス以下で憲法を学習した方には財産系、ね、公共の福祉による制約みたいな話もあったわけで、まあ、そこはもうね、えー、一定の制約は確かにあり得るんですが、原則制約はないというね、えー、ただま、一定の制約はあるよというふうに思っておきましょう。はい。それだけで結構です。もう深い話は結構、言葉は分かれば OK だと、こう思ってください。はい。えー、35ページ、括弧の3、指摘自治の原則、えー、これはよく使う言葉ですね、えー、自分のい、えー、言葉でね、言えるようかけるにはしといた方がいいでしょう。括弧の3、タイトルに返して くくれといていいださい指摘自治の原則で1行目これもチェック入れもきます自由な意思に基づいて自律的に法律関係形成することができ自由な意思によらなくては権利を取得し義務を負わされることはないという原則はいちょっと長く2行にチェック入れちゃってるんですけれどもポイントは何かというと2行目に入りかかりかのとこ半面以下です自由な意思によらなくては義務を負わされることはない。 ここがポイントだと思ってください。指摘自身の原則ね。えー、自由な意思によらなくては、義務をされることはないと。いうことではありますが、ちょっとこれ、抽象的になるんで、売買契約を想像しましょうか。売買契約を想像します。売買契約を結んだら、飼い主は何しなきゃいけませんで、まあ考えたらわかるよね。 金払わなきゃいけないと代金支払い義務を負わされますでもなんで義務を負わされんのとまあ自分で決めたからやんとそういうことです自分が欲しくて決めたからそれを自分で欲しくて自分の意思で決めたんだったら義務で拘束されても仕方がないと こういう考え方を指摘自治の原則というと義務で縛られるのは自分の自由な意思で決めたからだこういう考え方だと思ってくださいいいでしょうか、ね、何も自分の意思では買い出しないけどなんか代金払わなきゃなとこんな不条理なことはないですね、えー、別に自分が買ったわけでもない自分の決めたわけでもないけども金を払わなきゃいけないとかねこれはちょっと理不尽かなとなりますけれども自分の意思で自由意思で決めたからと 縛られるのはそういう理由からだと、こう思ってください。自由意思で決めた以上は義務で縛られるというね、えー、こういう考え方になります。はい。この民法では、この意思ですね、意思の死は志よりもね、思うという言葉を使うのが原則になりますんでね、意思表示のし思うですので、これはちょっとね、えー、法律用語独特の使い回しではありますけれども、そのうちね、慣れていくかとは思います。はい。同じようにこれ、A は、物を渡す義務が生じますね。 売り主ですから、引き渡し義務、これが生じます。なんで縛られるの自分が売るって決めたからでしょ、ということになりますよね。えー、なので、義務で縛られるのは、自分の意思で決めたからだというのが原則だと。こういうね、考え方を指摘時と言います。逆に言えば、自分で自由に作れるということですね。自分の意思で自分の権利関係決めれるというね、えー、契約自由の原則というのに繋がってくるということにも繋がっていきます。はい。 え3番。そういうことで、カッコの3ですね。えー、一番大事なところは、義務を負わされるのは自分の意思で決めたからだっていうね、えー、そこの正当化のお話というのがね、非常に大事かなと思ってください。はい。えー、5行目、4行目も合わせて解説チック入れちゃいましょうかね。えー、4行目の真ん中、そしてのところです。これも解説チック入れちゃってください。えー、指摘自治の原則を具体化したものとして、契約自由の原則。これがあると。 はい。ということで、まあ一応解説チェックポイントはそこまでで結構かなというね、えそんな感じですえ。その他のところはもう流し読みです。ね、え復習するときも青文字あると気になるけどね、あ、いいんだというふうに思っておいてください。とりあえずもう解説チェックしたところがね、中心だということで、えそこを読んでわかるというふうになったらそれで OK です。はい。えー、次、カッコの4、過失責任の原則と書いてます。義務を負わされるのは原則自分の意思によるからだということではあるんだけどもね、そうじゃない場合、唯一の例外です。 不注意で怪我させちゃったとかねこれは話別だよということになりますはい括弧の4解説してくれといてください、えー、事故の行為により他人に損害生じたとしても濃い過失がある場合にのみ責任を負うとする原則とはい、えー、損害賠償義務というのはこれは自分の意思によらずに発生するということになるんですけれどもそれが正当化されるのは何でと過失という不注意があるからだとこう考えますいいですかね賠償義務 義務で終わされるのはなぜなのかっいうと過失があるからだということで過失があって初めて責任ありとこういうふうに考えるのが過失責任の原則と思ってくださいはいこの括弧の4番ですね過失責任の原則 というのは、まあ一応民法全体に繋がるね、えー、そういうテーマだと思っといてもらって結構です。えー、最近の学者さんの書いたものもの,の方にね、えー、ちょっと改正民法の学者の方は要注意です、ね。えー、学者の方は特にね、我が改正したんだっていうね、経済学の某先生とかね、えー、そういう先生方はですね、えー、俺が作った民法だみたいなことで、ちょっと暴走主義のことをね、いろいろ書いてますけれども、暴走です。ねえー、本当に作られた、ね、えー、作ったところは法務省なわけでね、えー、法務省でも改正ね、作業していったわけですから、まあ、基本的にはそのね、 えー、法務省担当者の書いた本が一番正確な民法改正本とこうなりますね学者さんが書いているのは基本自分の せに引き込むためのンイン水本というふうに持っていただいていいかなという意味でね、えー、あまりこう学者さんの本には深入りしすぎない方がいいぞというね、えー、そういうふうには思っとってください。はい。この過失責任の原則についてね、ちょっと学者さん変なこと言ってる人いるんでね、えー、これはもう契約法ではなくなったんだとね、えー、そんなことを言う人いますが、いや、そんなことない、そんなことないということで、過失責任の原則は一応現状でもまだね、そんなあって、て、えー、存在するぞというふうに思っとってください。はい、えー。それぐらいにしましょう。横の2、指導原理の修正のところは今はパスしていただいて結構です。はい。 過失責任の原則じゃない。ごめんなさい。契約自由の原則。契約自由の原則貫いたらね、ちょっと嫌なことが起きます。例えば何かちょっとね、病気になりましたと。お医者さん行きましたと。お医者さんいたらですね、あんた弁護士かと。お前の弁護士のね、えー、病気は見たくないと。あと何言われるかわからんからとかね。そんな風にされたらかなわんですよね。えー、その契約自由の原則。お医者さんも診療契約結ぶのは自由だというのをもし貫いたら大変なことになります。病気。 あんた嫌いだから見てあげないとかね。そんな風になったら人死んでしまいますんで、そうならないようにということで、医師法とかでちょっと修正とかね。そういうのは個別にあったりするよと。これ水道も同じです。 水道契約もですね、お前、市の政策に反対だろうと。なので、大阪市の水は使わせないとかね、維新の会言い出したら僕はぶち切れるね。そんなふなりそうでありますけれども。まあ一応これは、あの、要はね、えー、契約自由貫いたらまずいぞっていうのは一定の場合存在するという風に思っておいてください。まあそんな話が36ページの特に一番下括弧の3のところですよね。契約自由の原則の修正と。 いうところをね。ま、いろいろ書いてますけども、まあ、典型的にはこれ、医師法と、それから水道法ですね。医師と水道とかね。えー、その辺が典型例かなというね。えー、そういうふうに思っていただいてもいいかと思います。はい。電気もそうですね。えー、原発政策反対だからお前のところには電気やらないとかね。えー、そんなこと言われたらこれね、えー、電気使えなくなっちゃいますんでね。それもま、あ困る。ね。ライフラインね。えー、ライフラインに関するものは基本、自由の原則はないというね。えー、そういう感じにはなっています。はい。37ページ行きましょうか。言葉遣いの話です。 はいえー、37ページ第2巻、試験と書いてますが、これちょっとよく使う言葉をね、えー、学習するという感じで持っておいてください。横の位置 A ランクです、はいえー。言葉学習ということで、えー、言葉の意味読んでわかる。逆に、 言葉のそのね、えー、説明を見て言葉の3文字が出てくるとかね、えー、そういう感じでやるようにしといてください。まあ、言葉を見て右が説明できる。ね、右のところを見て言葉が出てくるというね、えー、それぐらいまでなるといいかなというところです。はい。ただし解説してくれっとこだけと思っときましょう。2番、試験の種類と書いてます。はい。カッコの2番に一気に飛んでください。カッコの2番、カッコ A に解説してくれちゃってください。えー、支配権。 権利者の意思だけで権利内容を実現できる権利と、実現することができる権利で、エグザンプルもチェック入れておきます。物件です。 で、これ、物件以外にもいろいろ書いてますけども、これはまたね、民法以外学習してからで結構です。あの、著作権とかね、聞いたことあると思うんですけども、著作権とかね、こういったものは無体財産権というね、それに入るんですが、これ、物件に類似したものとかね、そんな感じで考えていきます。まあ、著作権法将来勉強する方ね、物件法の延長だ、みたいなね、そんな感じで勉強すると少しね、しやすくなる部分があるかもしれません。はい。えとりあえず、支配権、ね、支配する権利と思っておってください。自分の意思だけで決められる、これも物件ですと、こう思ってください。はい。続いて、括弧の B、請求権、解説してくれちゃってください。 請求権、他人に対してあることを請求することができる権利、で、エグザンプル、物件と、あ、ごめんなさい、債権ごめんなさい、債権でした、え、債権です。はい、えー、さらには、過去し形成権、これはちょっとね、えー、独特の言葉です、えー、ちょっと法律用語としてね、しっかりと早めに馴染んでください、形成権、一方的資表示により、法律関係の変動を生じさせることができる権利、で、エグザンプル、取消し権解除権と、はい、えー、取消し権解除権、法律関係動かす権利と。 いう,ふうに言っていきます、ね、法律関係動かす権利これ形成権と思ってください、ねえー、取り消しこんな場合ですはい17歳の B が A から物を買ったと未成年者ですね未成年者は自分では完全な法律行為をする能力はないというふうに言われてまして 取り消し権がありますまたしかるべきところでやりますが五条二項というところに書いてありますで、この取り消し権はというと B の一方的地表示で契約を 遡ってなかったことにするというね、そういう件になります一方的意思表示によって契約を遡ってなかったことにするというね、今やった契約を破棄する一方的に動かすというね、そういう権利が形成権と思ってください解除も一緒です一方的な意思表示で関係を動かすというね、そういう権利のことを形成権というふうに呼んでいきます 馴染んでいただけるといいですね。えー、そのうち馴染むわというふうに思ってください。で、えー、形成権というのはこれは法律関係を動かすというね、えー、そういう権利のことを言っていきます。はい、まだまだあります。カッコので抗弁権。抗弁ってね、民法以外でも出てきますけども、基本的には抗弁は拒むと思ってください。 拒む反論とでも思っとってくださいね。えー、拒む反論ぐらいの、ねえー、意味が公弁には繋がっていきます。はい。えー、公弁権も解説チェックで、えー、メモ終わった方から、ね、解説チェック入れちゃってください。えー、公弁権、権利行使を妨げる効力を持つ権利。で、エグザンプル同時履行の公弁権と。 いうふうに書いてますけれどもまあこれに限りませんもう公弁権はねありとあらゆる公弁権がありますので、まあ、要は拒む権利と思ってくださいはいえー、ちょっとまあこの図で見ていきましょうかねバイバイはいえー、B の立場で考えましょうか B は物を買いましたよね物を買いましたその後代金支払い義務があるのはこれはわ分かりますけども物を受け取ってないと思ってください物も受け取ってないのに代金くれ言われたら何言いたいですかね ものと同時だと。いうふうに言いたくなりますよね。これを同時履行の公弁というふうに言っていきます。まあ、条文では533というね、そういう条文のところで学習しますけれども、要は、やれと言われたことに対して嫌だと拒めるというね、えー、そういう権利のことを公弁権と。ものと同時だと。腹えに対してものと同時じゃなきゃ嫌だと。ね、そういうふうに拒むというね、えー、これが公弁権と思ってください。はい。えー、とりあえず、公弁という言葉はね、えー、民法以外もよく出てきますけれども、要は反論、拒む。 というねえー、そういうふうな意味として捉えておくといいかなとは思いますさてさてまだまだいきましょうかはいカッコの3番で <laughs> 絶対圏相対圏と書いてますが、まあ、絶対相対という言葉をね、えー、よくよく使っていきますまあ絶対っていうのがね、えー、よくまあありますけれども絶対相対まあそこのねえー、青文字にチェック入れるというよりも あらゆる人に対してというのが絶対的ぐらいの意味ですで、特定の人に対してというのが相対的ぐらいの意味だと思ってください はい。絶対的相対的は、まあ、法律用語でよく使いますんでね。えー、絶対的と聞いたら、まあ、あらゆる人に対しぐらいの意味だと思ってください。で相対的とは特定の人だけのお話だと。ね、えー、なんか相対評価、絶対評価で聞いたことあるとは思うんですけどね、えー。成績の相対評価というのはね、えー、ただ他の人との比較でぐらい、またちょっと意味変わりますけども。それとは違うんでね。えー、絶対的相対的というのは、まあ、法律用語でいくと、あらゆる人になのか、特定の人にぐらいのね、そういう言葉で使うことが多いかなと、こう思ってってもらったら OK です。はい。 以上で、ま、カッコの3番もおしまいにしときましょう。はい。えー、37ページは以上で終わりで、メモ終わった方から次のページね、入っちゃってください。はい。えー、38ページ、試験の公共性、まだまだ原理原則のお話です。で、原理原則のお話、えー、別の言い方すると、論文で使うのは最後の最後ぐらいのね、それぐらいの意味でも結構かなというところであります。はい。横の2番、縦の1は気にしないでください。パス。ね、縦の1番は憲法のお話なんで、民法では気にしないというね、えー、そういう扱いにしといてください。はい。2番、 審議誠実の原則、中小えー、通称、括弧書きですね。審議則と言っていきます。一応、これは A ランクにしておいてください。はい、審議則、一応民法全体を、ねえー、貫く、まあ、概念でして、ちょっとだけ条文を見て、ね、イメージで膨らましておきましょうか。民法1条です。はいえー、民法の1条、はいえー。ちょっと条文を引いていきましょうかね。えー、民法の1条をちょっと引いてみてください。 はい一条の一個はもう気にしないでね二項に入るといいです、えー、権利の行使義務の履行 真偽に従い誠実に行わなければならないというね、そんな文言になってますね。まあ、わかりやすく言いましょうかね。義務の履行でいきましょうか。例えば、借金をしていた人がいると思ってください。で、借金していた人がですね、義務の履行代行で、まあ、100万円返すという時に、持ってけたらこれやろうとかね、そ感じでサスタバほん投げると。これは一条二項からするとあかんぞという話になっていくわけですね。義務の履行を誠実にということなんで、サスタバ返す時に叩きつけるとかね、そういうのはちょっと論外だという話になってくると。ちゃんと誠実にやりましょうねというね、そういう話だと思ってください。 これ逆に言う,うと、権利の行使もそうですね、貸してる人からすると、お前、金払えと、金払わないと、腎臓っていうの持ってこいとかね、そんなことを言うと、これは権利の行使としても誠実にというところが引っかかるということになってきます。まあ一応、審議則ですね、えー、権利行使、義務履行、まあ一応、契約関係に即してね、えー、契約関係に際して、誠実にやりましょう、ねえー、審議に反しないようにやりましょうというね、えー、そういうぐらいの意味だと思っておきましょう。抽象性高いんで 具体的なイメージ1個だけ掴んだら結構ですね。ね、えー、こういう場面がアウトになるんだなというね、えー、そういうのを想像できたら OK でしょう。はい。えー、弧の1番、解説チェックちょっと入れちゃいましょうか。はい。えー、カの1番、書き出しから解説してくれちゃいます。1条2項を。で、2行目の後半にチェック入れといてください。当該具体的事情のもとにおいて、相互に相手方から一般に期待される信頼を裏切ることないよう、誠意を持って行動すべきという原則と。 期待される信頼、裏切ることないようにというね、えー、そう書いてありますけれども、期待される信頼、裏切るな、他にもあります、IKEA で例えばタンスを買ったと、で、家に運んでもらいましたと、で、家で運んでもらう途中でですね、IKEA の人がゴリッとなんかこうね、床を削ったとかね、あるいはこうね、えー、大事な壁にバリンと割ったとかね、これはやっぱ新義則に反するというふうな状態にはなってくると思ってください。これ、新義則から一般的なこう問題ではね、何を考えるかというと、 何らかの義務を作るきっかけになることが多いと思っておくといいです。とりあえずちょっとね。メモだけ入れときます。えー、かっこの1番の3行目のねえー、解説チェックのすぐ下にでも入れといてください。 契約の場面で何らかの義務の根拠になりうるものすごい抽象的ですけれどもそれを言わんとしているのは例えばですけれどもねタンスの運び込みですタンスの運び込みの際に床を傷つけてはいけない義務とかねあるいは花瓶を割ってはいけない義務とかそういうふうな形で契約のそのあ、利効かな利行の場面で,ですね利行の場面での何らかの義務ですねこれを作ることになりますお金借りた方がね す束投げつけてはいけない義務とかね、えー、そういうのをまあ作ることにもなってくるということで、えー、この審議則いうのが何らかの義務の根拠になるというふうにメモを入れておいてくださいこれ持っとくと刑法とかで役立つ場面が出てくると思いますんでね、えー、民法だけじゃなくてね他の科目にもちょっと波及するお話ですので何らかの義務の根拠になるというね <laughs>、えー、その点をちょっと持っといていただけたらと思いますはい とりあえず、審議則というね、えー、契約の場面が一番典型的ではありますけれども。<laughs> はい、えー。過去の2番、打倒範囲。まあ、一読しといてもらったら結構です。もう全体です。民法全体とでも持っとってください。はい。過去の3番の機能は、今見てもわかんないんで、2周目という指示をしておいてください。えー、2周目というのは何なのかというと、この民法のきょ、えー、進行ですね。えっ、ー、と、20回ぐらいでとりあえず1周します、えー。テキスト1から3を20回ぐらいで1周して、残りですね、えー、4回ぐらいを2周目ということで、ちょっと応用的なところをね、2周目でさーっと見ていくと。そういうい で進行しますので、えー、ここのの3番のところはね、えー、2週目でまた見る21回目2回目あたりで見るよというね、えー、そういう内容だと思っておてください結構民法こういうところ多いです、まあ、民法限らずね、えー、そのあらゆる法律科目ですけれどもね前の方に難しいの置いてあるというね、えー、そういうことが結構あるのでそこは一旦保留で進むというね、えー、そういう進め方を、えー、一応やるようにしていくと思ってくださいはい、えー、ということでまあ一旦ここの3番飛ばすということでね一旦保留にしときましょうはい、えー、40ページにいきなり飛びます 権利乱用の禁止と書いてあります。まあ、これも抽象性が高いんですけどね。はい。えー、権利乱用の禁止も一応、ランクは A ランクにしといてください。はい。一条三項。はい。条文としては一条三項です。一、はい、条三項。権利の乱用はこれを許さないと書いてまして。まあ、すごいシンプルなね、えー。そういう条文でありますが、権利乱用を許さない。 ただ、何が権利乱用かってね、よくわからんですね。えー、何がどうなったら権利乱用で許されなくなるのか、一条三項だけでははっきりしません。錯語があったら取り消せるというね、この条文の具体性に比べるとものすごく抽象性が高いですね。えー、そういう意味でもこの一条三項は、最後の最後に使う抽象的理論、えー、抽象的な条文だと。えー、そんな感じです。いきなりは、この権利乱用には入らないように、ちょっとね、えー、していただく方がいいかなと思います。はい。 えー、権利乱用の禁止ね。えー、これは論文なんかでね、時々見ますね。困った時の権利乱用とかね。困った時の審議則とかね。もう困った時にいきなり権利乱用飛びやつが出てくるんですけども、それはもう最後の最後だと思ってくださいね。えー、書くのは他のものが書いてもダメだ。他にない。もうこれしかないという時にね、この権利乱用を使うというぐらいに、えー、権利乱用は最後の最後の手段というね、そういう意識を持っておきましょう。はい。えー、ちょっと具体的なまあ、一応お話もね、していこうとなります。えー、括弧の1番、解説チェックを取り入れておきましょうか。えー、1条3項 1>, でえー、1行目の末に解説してくれておきます外形上は正当な権利の行使のように見えるが具体的実質的に見ると権利の社会性に反し権利行使として是認することが妥当でない行為を禁止することなんともなぁと抽象性高すぎてよくわからんなというね、えー、そんな感じになりそうですが、まあ、要は乱用ですよね実質的に見ると社会性に反し一応キーワードはここだろうと思います実質的に見たら社会性に反し言い換えると 実質的に見るとおかしいです。そういうことです。実質的に見るとおかしいというね、社会性に反しおかしいと。こういうふうに翻訳しといた方がいいかなというね、そういうところにはなります。 じゃあ、どんなんがあんねんと、もうこれも論より証拠でね、具体例で見た,見た方が早いかなという感じはしますね。なので、その下のうなずき温泉事件がダイヤモンドに上がってますね。昭和10年という超古いね、時代の判例ですが、ちょっと練習問題と思って、問題チェックを入れとくことにしましょうかね。えー、問題チェックで、ね、えー、一応準備をしてください。はい。えー、うなずき温泉事件。一応問題チェックの色をお勧めします。えー、練習問題と思ってください。えー、X はいいか問題チェック入れときます。えー、X は、うなずき温泉を経営する Y 会社が、 他人の土地2坪ほどをかすめて、飲油缶設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて、Y に不当な広告での買い取りを要求したが拒否された。そこで X がに対し、飲油缶の撤去を請求したと、はい。問題チェックの箇所はそんなところではありますけれども、はいえー、ちょっと事案の中でいくと、ちょっと強調したらいいポイントっていうのが2箇所ありまして、2箇所、1箇所目はというと、1行目の後半、2坪ほどです。 から2行目の後半も共通ポイントでしょうね不当に高額な価格での買い取り要求とはい、えー、Y 会社が温泉を経営しています温泉経営で、えー、これをしております温泉 すぐ近くにあるんですけどもちょっとだけパイプが他人の土地をかすめてたとこんな感じだと思ってくださいはいこのパイプごく一部だけね 他人の土地をかすめててたと思ってくださいいいでしょうか。で、このごく一部、かすめてるところに目をつけた悪いやつがいると、あ、あの会社、あ、あの温泉会社かと、儲かってまんなと、儲かってまんなということで、ちょっと嫌がらせして金でもせしめたろうかということで、この土地ですね、ここの部分の土地、土地です。この他人さんから、 X さんが買い受けましたとこうなったんですなで X さん裁判では何請求しているというと X の Y に対する請求なんでしょうというと前半やったやつですね俺の土地の上にパイプが通ってると妨害排除請求ですいいでしょうか所有権に基づく 妨害排除請求と、はい、手控えのメモですのでねキーワードだけ並べるようなそういう感じでも結構です自分が分かればいいので、ね、所有権に基づく妨害排除請求で請求は SK と手控えで略することが多いです当案で書いちゃダメですよ、えー、妨害排除請求の請求ちゃんと漢字で書かなきゃいけませんが手控えで書くときには請求は SK で結構ですまあ妨害排除もね、えー、結構あのー なんうかな省略文字好きな方は bh とかね、そういうふうに略する人もいるんですけど、これね、省略していくと何が何だか分かんなくなってくるね。そういうこともあるので、まあ一応分かる程度に省略という感じにするのが一番いいかなとは思います。一応、妨害排除請求ですね。えー、これが x の請求です。要件はこうですね。いいですかね。x の請求要件。x 女優 y 妨害です。 この土地、俺の土地です。土地の上を、あんたのパイプが通ってると。妨害してると。形の上ではこれ通っちゃうんですね。妨害排除請求の要件は揃ってます。いいでしょうか。形の上では揃ってます。揃っちゃってます。いいですかね。要件は揃ってるから妨害排除請求。あ、認めなきゃいかんのかなという話になりそうですけども、こんなところパイプ切ったらどうなりますエレゴになりますね。 温泉が潰れてまうううという話にななりそうなんでねこれは認めるわけにはいかんなという感じになるんですけど他に反論ないんですねこの所有権に基づく妨害排除請求のこれ例えば反論としてもし認めるとしたらあ,ありうる反論としたらいやいやこの土地あるけども借りたんだとかね借りたんだとかだたらこれは反論としては成り立つんだけども借りたわけじゃないですな借りたわけじゃないのである意味他人の土地の上を通っている不法占拠状態です 借りた状態ではないのでね借りただったら反論成り立つけどそういうのもない他に反論まあ民法上は、ね、いろいろあるんですけどね留置権とかいろいろあるんですけどこれも成り立たないといろんなもの成り立たないんで最後の最後 Y としては権利乱用だから許さないという反論をしたとこういう感じになりますはい、A、事案ちゃんと原告の立場の主張から考えるとで原告の主張認められちゃうので 被告の反論はどうしましょう。他にないから権利乱用だというね、えー、そういう感じで考えていくようにしていってください。はい。これおかしいですよね。何がどうおかしいって。もちろん、そのパイプ切っちゃったら大変だというね、えー、その影響力の大きさというのはも,もちろんあるんですけども、X さんです。この X さんに皆さん、同情の余地が湧きますか同情湧くわざわざ、こんな温泉ですよ。 温泉のパイプが通るとこですから、ものすごい偏僻な田舎のところですよ。山林の山林でもうね、山奥でもうね、えー、書き分けていかないといけないような、そういう土地をわざわざ買ってですよ。で、しかも、不当な高額で売りつけようというね。こんなやつなんで保護したくなるんだと。いう感じになりますよね。えー、そういう意味で、これはもう権利乱用だなって、誰が見てもそうね、えー、決着つけれるところではありますけれども、ちゃんと基準を持っときましょう。権利乱用と判断するための基準ですね。えー、これはある程度自分の中には持っといてください。はい。えー、とりあえず、半紙を見るのはもうざっとで結構です。 ね、えー、反してそのものは当てはめの参考になるかと何とも言えませんけれども。はい、えー、とりあえずまあね、えー、要件のところ戻りましょうか。カッコの2番。はい、えー、カッコの二番。えー、要件。基準です。権利乱用と判断するかどうかの基準。はい、えー、これをちょっと2つちゃんと持っといてください。はい、えー、書き出しから、これは解説チェックで結構です。解説してくれで言っといてください。えー、権利乱用の有無の判定基準。権利を行使する者の主観的対応、外害など。 それから次の行,行使される権利がその社会的機能から見て保護に値するか否かという客観的基準。で4条目のまスで両者を考慮すると。 はい、ということで、まあ、4行目まで、ね、チェック、とびとびではありますけれども、入れといてください。はいえー、法律用語で時々出てきます、主観的、客観的というね、えー、そういう言い回しはそのうち馴染むと思いますが、主観的は頭の中と思ってください。ねえー、頭の中で考えていることを主観的。客観的はというと、外に現れたものとでも思っててください、ねえー。頭の中のお話と外に現れた事情ですね。えー、内心が主観的。 外に現れた事情、内心以外が客観的というね。そんな感じで区別するといいかなというところです。ね、内心と客観というね。ちょっとそういう、えー、ごめんなさい。主観と客観の区別ね。内心か否かというね。そういうふうにちょっと分類しておくといいかなと思います。はい。で、今回これでいくとどうなりますこの X さん。不当な高額での買い取り要求というね。もう内心からして外位だらけですよね。えー、内心からしてもこれ、けしからん内心ですね。自分のどうしても欲しかった土地じゃないんですよ。 どうしても欲しかったとして、どうしても手に入れた星になんてことだ、こんなところにパイプ通ってやがってと、そういう話じゃないんですよね。えー、もともとから高値で売り,売りつけようってね。えー、そのために買ってるわけでして、もう害ありまくり。で、しかもその権利たるや二坪です。二坪ってどんだけかちょっと、6平米ですわ。2メーターけ3メーターぐらいですよね。えー、たかだかそれぐらいの話で、しかもまあ、パイプ管が通ってるっていう程度ですからね。まあ、知れてますね。えー、たかだかそれぐらいのところを、まあ、 保護に値するかですね。それぐらいのものを守るために、温泉というね、えー、これを止めてまでやらなきゃいかんのかという話になってくるよね。えー、それはちょっと違うよね。ということで、これは権利乱用で認めないというね、えー、そんな感じにしていきます。はい。とりあえず権利乱用最後の手段というね、えー、そういう感じは持っとってください。はい。25年の4.9、えー、40ページの下のダイヤモンドですけども、これにあった2週目に扱っていきますんで、 賃貸借学習後じゃないとちょっと分かんないと思いますんでね賃貸借学習後で25年4.9は2週目、ねえー、そういう指示をしておいてください、はい、ということで、えー、権利乱用のお話は一旦ここで終了になります、はいえー、権利乱用の時にどうなるか41ページ括弧の3番、はい、効果のとこですね言いたいことです言いたいことね、えー、返してくれといてください括弧の A ですまあ要は拒否できるということです いいですかね言いたいことを拒否するねえー、権利乱用として拒むまあ拒むでいいですね、えー、拒むことができるという感じだと思ってくださいねええー、公弁権になってくるよとこうなりますはい権利乱用の公弁というね、えー、そういうふうにしつけていきますはいええー、公弁になるよで下手するとこれは Y からすると不当訴訟だという 損害賠償請求の逆提訴ですね、えー、これも起こりうるところでして、えー、これはまあね、別のお話です。効果というよりは、カッの B、別の要件を満たすときには709という、ねえー、そんな感じになりますが、カッの B は709とメモを入れておいてください。えー、709というメモだけ入れておいてください。709条か。709条と書いておくといいでしょう。はい、709条の要件を満たすときにはまた別途という、ねえー、そんな感じにはなります。 はい。まあ、それぐらいでいいかなと思います。はい。えー、カッコの C は択一用でしょうね。カッコの C ですけどもね。えー、2行ありますけれども、これ完全に択一用ということでね。えー、論文ではあまり気にしないでください。えー、834条って超マイナーなお話ですけどね。まあ、ちょっとだけ、まあ、これね。えー、聞いたらわかる話なんで、ちょっとだけ言っとくと、虐待した親です。 虐待した親についての親権剥奪というのがこのカッコのシート。こう思ってください。まあそういうのがあったりするのね。親権だからちょっと虐待するまでこれやりすぎだろっていうことでね。えー、その場合には権利乱用として親権喪失というね。えー、そういう効果をもたらしていくという場合があったりします。まあ、これはもう完全択一用の知識というふうに思ってってください。はい。あとは米印。論文用の注意点です。米印は択一用じゃありませんので、米、えー、印は別途解説チェックを入れておいてください。えー、権利乱用の禁止は一般条項。 その要件も不明確なので、民法の他の条文などに救済不可能な場合に、補充的に最後の手段として使うべきもの。はい。というところで、ね、えー、解説してくれといてください。はい。まあ、よくありますけどね、権利乱用の乱用というね、えー、そういうふうな、まあ、やりしたど答,答案ですよね。えー、これが時々出てきますけどもね。えー、権利乱用は最後の最後だよというね、えー、他のものを考えた上でもこれしかないっていうね、えー、そういう時に考えるという感じにしといてください。はい。以上で、えー、この41ページの括弧の C は終わりにしときましょう。 はい。えー、次のページ、42ページに入っていくと、試験の実現というね、えー、書いてありますが、このタイトルと中身がずれてます。で、ねえー、4番は中身をちょっと注意しといてください。ランクは A です。はい。試験の実現と書いてますが、中身は全く違うことを書いてますんでね。えー、4行目から解説してくれておいてください。えー、自分の力で権利内容を実現する、いわゆる自力救済。で、過去書き飛ばして、これは原則として許されない。これを認めると、社会の実情を保たれないからと。 はい。自力救済禁止はこれは民法に限らずですが、もうね、えー、日本の法体系全体の共通原則と、こう思っってください。ケ利ラ容ね、じゃあごめんなさい。えー、自力救済認めるとどうなるで、さっきも言いましたけどもね、ジャイアンが勝つような、そういう世の中になっちゃいますんでね、えー、力の強いものが力に任せてやっちまうっていうね、えー、そういう恐ろしい世界になっちゃうので、これは困ったと。そうならないように自力救済は禁止だと。じゃあどうするっちゅうと、裁判所の力を借りなさいというね、えー、そういう方法に入っていくと、こう思ってください。はい。えー、自力救済禁止イコール、 3行目の後半ですね、裁判所に協力求めるというね、えー、そういう話につながってくると、こう思ってください。はい、またこれ、民事訴訟法まで行くと、あ、なるほどね、そういうことねというね、そんな感じでつながるかなとは思いますんで、今の段階では、ふーんというね、そんな感じで飛ばしておきましょう。はい、えー、いよいよ民法の中身に入っていくぞ、中ね、そんな感じです。えー、42ページ、第2章、試験の死体と書いてあります。ここからようやく民法の総則のお話にね、えー、入っていくぞというふうな感じだと思ってください。はい、でも早速なんですけれども、 はいえー、試験の主体とは書いてありますけれども、ここから P149 まで契約の有効要件というまとめ方をしておくといいと思います。 いやこの有効要件ってなんやねんと、いきなり出てきやがってというふうになるかもしれませんので、ちょっと先に、えー、あらかし見ていただくといいのかなというところをやろうかなと思うんですけれども、はい、契約の有効要件というお話ですけれども、えー、ちょっと前に戻った方がいいかな、えー、契約の有効要件ということで,そうです、ねここあ、でもここでは分かりにくいな、えー、とちょっと待ってくださいね。 レジュメの方にした方がいいかもしれませんね。えー、っと、はい、えー、すみません、レジュメの９ページ、えー、こちらの方をちょっとね、えー、開いていってください。 はい。えー、レジュメ7ページ、8ページはね、えー、ちょっともう、えー、説明入れるのをね、えー、ちょっと飛ばしてしまったところありますけども、まあ、レジュメ7ページ、えー、それについてはもうね、えー、一読しとけば大丈夫かなというね、そんなところですので、まあ、レジュメ7ページはね、おってからチラッとね、えー、テキスト復習際に見といてください。で、8ページはこれ、論文のね、頭の引き出しになりますんで、今の段階ではまだ早いかなというね、これ2週目で8ページはお話しするという感じにしたいと思いますんで、まあ、一応は、再建についてね、人に対する権利を考えるときに、 契約上の請求がまず原則だと。約定再建と言っていくんですけどね。えー、約定再建、契約上の請求が先だと。で、それが無理だったら次、法定再建というのを考えで、まあそういった引き出しなんですけども、まあ今見てもわかんないんで、まあ興味ある方は8ページ見といてくださいというね。えー、再建の請求するときに、契約上の請求、法律上の請求、で、大取り消しなどという、まあ3つの引き出しをいずれは確立することになりますよという話でね、8ページは一旦置いといてください。はい。ですみません。9ページ。はい。えー、今から勉強する内容ですけれども、 契約の4要件の学習というね、そんな位置づけを持っておくといいです。えー、民法総則全体がそうなんですけれども、契約が効力発生するための要件というね、えー、そういう感じで、えー、一応4要件ね、民法の総則を学習していきます。で、9ページ、はい、4つ。ちょっとこれ早めに頭の引き出しに入れといてください。はい、えー、レジュメ9ページ、ローマ数字1に解説テク入れちゃってください。えー、契約の成立要件からローマ数字2、契約の有効要件。 からローマ字の3契約の効果帰属要件からローマ数字の4契約の効力発生要件というちょっと4つの引き出しは持っておいてください、えー、どういうことか、はい、A が B に対して物を売ったときに代金請求したいとこれを考えるといいですね 代金請求できるための要件は効力発生しないといけませんのでこの4つのうちのどれかでもかけたらだめという感じになってくるとでまずは1つ目契約が成立してないと言えませんと当たり前ですよね、えー、まだ買ってもない売ってもないのに請求できるわけがないということで成立要件成立しているというのはこれは請求するための大前提になるお話だとこう思ってくださいはい でローマ数字の1成立要件ですね、えー、何でもって成立かというと1つ目解説してくれちゃってくださいローマ数字1相対立する意思表示の合致とで相対する意思表示の合致別の言い方すると申し込みと承諾の合致とこんなふうに言っていきます まあ、パン屋さんで物を買うときが一番イメージしやすいですね、これください、はい、どうぞってね、えー、申し込みと承諾ですね、申し込みと承諾、これが合致して成立だと、こうなります。で、これによって、原則、薬定債権は請求下になります。 契約の成立によってですね、えー、原則、約場債権は請求下になります。で、追加して、代理人が絡めば、代理の要件、これが、 ローマ数字3の話と思ってください効果属要件と書いてますが、まあ、代理が絡む時が3つ目お話が出てくるということで代理人絡まなければ1だけでいいんです原則代理人が絡んだら1と3とまあ3の中に1が入ってるんで代理人絡んだら3代理人絡まなかったら1の終わりというね、えー、そんな感じになるのが原則だと思ってください、はい、契約上の請求するために代金請求するために成立していれば言える大原則と思ってください でも,ものによってはいろんな事情がありますね例えば B が勘違いしてたとかね B が未成年者だったとかねあるいは代金の支払いは2か月ごとされていたとかねいろんな事情があるわけでそういう特別な事情があれば請求できなくなるというねそういう感じになります。この特別な事情イコール反論 効力否定の主張がローマ数字2とこう思ってください代金払ってねいや私未成年だから取り消しますという形で拒むと代金払ってね私勘違いしたから払いませんこんな感じです効力否定の主張が実は有効要件のお話と で効力未発生の主張がローマ数字4とこんな感じで持っておくといいですね、えー、代金支払い2か月後とかねこうなってくると効力未発生というね、えー、そういう反論になっていきますはい、えー、ちょっと効力の、えー、発生要件ということで4つ並んでますけれどもね、えー、成立要件有効要件効果継続要件効力発生要件とね、えー、この4つを民法総則はずーっと1個ずつ勉強していくんですけれどもとりあえずは成立したら請求できるというのが原則にはしといてくださいけれども ものによっては効力して有効要件が欠けるという、ね、こういう反論が出てくることがあるよと。 なので、ローマ数字の2ですね、有効要件に入ってくるものは、効力否定の主張だという風ににっとってください。ローマ数字に、効力否定の主張で、効力争う側が主張を立証するというね、そういう枠組みになっていきます。はい、効力否定の主張だというね、そういう位置づけにしておくと分かりやすいと思います。さあ、そういうことで、42ページ以下の中身に入りましょう。ここから先ずっと有効要件の話でね、効力否定につながり得るお話という風ににっとってください。はい、42ページ。 はい。えー、試験の主体と書いてありますが、まずは、試験の主体。まあ、抽象的に高いね。抽象性高いお話ですけれども、第一節。生身の人間を自然人と言っていきます。自然人イコール生身の人間と思ってください。はい。生身の人間第一節のところですね。えー、第一節、横一横二か。ごめんなさい。横一横二はダブル A にしといてください。横一横二ですね。両方ともダブル A にはしといてください。はい。えー、とりあえず自然人ってなーにということは生身の人間。 これ言っておきます。で、斜めの人間には、権利能力があるという言い方をします。で、ちょっと言葉をね、えー、学習しましょう。横の位置、解説チェックを入れておいてください。えー、青文字です。権利義務の主体となりうる地位、資格のことを権利能力と言うと。で、3行目。権利能力有するものを人と言い、民法上人には自然人と法人があると。 まあ、人って言った時にね、生身の人間を想像するのが普通の人間ですけれどもね、え、生身の人間以外に、例えばトヨタ株式会社とかいう法人なんていうのもね、え、もちろん人には入ってくると、こういう感じだと思ってくださいね。え、株式会社東京リーガルマインドと、一応これも法人ということで人というね、そういう位置付けになってきますけれども、まあ、要は生身の人間以外に、法律上人として扱われるものを法人というね、そういう言い方です。法律上人として扱われるぐらいで法人というね、そういう意味で思っとくといいかと思います。はい。で、生身の人間、横の2番ですね。まあ、生身の人間のことを自然人ですが、 1> 1行目の真ん中青文字から解説チェックで、ね、入れちゃってください、えー、人間は生きてる間は全て権利能力者となので2行目の「待つ」たとえ赤ん坊であっても両親の財産を相続することなどにより土地の所有権や人に対する債権を有することが認められると。ということで人であれば基本権利能力ありとこう思ってくださいね。ね人でああれば権利能力あり 生身の人間であれば、権利能力はありというふうに思っていただいたら結構です。ただ、生身の人間ね、赤ちゃんです。まあ、よちよち歩きで契約するってことは、まあまあ考えにくいですけどね、これが例えば3歳、4歳くらいになってくるとね、えー、外出歩いたりするわけですね。で、そうすると、悪いおじさんとかが目をつけてですね、あ、何じゃ、何じゃ、と、君あの年持ってるんだってと、いいねと、この飴と交換しないとかでね、悪いおっさんだとこういうことやりかねないわけですよね。えー、なので、そういった、 能力不十分な人を保護しなきゃいけないというのが自然人には入ってくるということで能力不十分な人の保護というのがね自然人では別途考えるというねえそういう感じになっていきますはいということで第二段落も続けて解説してくれちゃってくださいえ権利能力が認められるものであってもその者がした行為の効果すべてその者のに帰属することが妥当でない場合があると例えば未だ3歳満たない子供が両親が相続した土地を仲のいい友達にあげると言ってもそれを憎悪としてそのまま認めることは妥当でない という話になりますねなので次の行の末です権利能力のほかにさらに意思能力や行為能力が必要とされているとということで生えの人間には3つの能力がありますまあ、権利能力は一応もう一つ目として全然持っているということにはなるんですけれども意思能力権利能力ですね意思,意思能力行為能力ね 権利能力、意思能力、行為能力、この3つが一応自然人に必要な能力だというね、一つ目は誰しもが持っているということで、まあ、前提でいいですが、意思能力と権利能力ですね、これが欠けたら、効力否定の主張につながると、こう思ってください。ねえー、自然人でも、意思能力がない効力否定。 行為能力がない効力してというね、えー、そういう感じでつながってくるとこういう風にね、えー、意識を持っておくといいと思いますはい、えー、権利能力大観横の位置はもうすでにチェック済みなんで突破というね、えー、そういう感じにしましょうかはい、えー、43ページ横の2番です権利能力の式と書いてありますが B ランクで結構ですまあ刑法を学習してる方には刑法とここちょっと違うぞっというねそういう話になってくるんですけども生身の人間になるのはいつから それは生まれてからだろうと。じゃあ生まれたってどのタイミングで生まれたになるんだというと、とりあえず体が全部お母さんの体から出てきた時というね、えー、そういう感じで考えます。はい。縦の一、一応解説してくれちゃってください、えー。自然人は出生時から権利能力取得。で、2行目で、母体から完全に分離すること。はい。まあこれが一応出生というね、えー、そういう扱いです。刑法は 一部でも出たら出生見なしというね、えー、そういう感じするんですから、民法と刑法はちょっとずれますけれどもね、民法上は一応全部露出説というね、えー、そういう言い方をしますけれども、全部露出で一応、えー、人になるというね、えー、そういう感じだと思ってください。はい。なので、母体から分離する前に不幸にして亡くなっちゃった子供は、権利能力は持たないというね、そういうことになってくるわけね。えー、いいですかね。一応生まれてきて初めてね、権利能力者になるよということになっていきます。はい。 じゃあ、生まれるまでの人のことどうする生まれるまでのことは人とは言わないけどね、えー。とりあえずそういう存在を胎児と、ね、言っていきます。2番、胎児をどうしましょうというのは結構難しい問題がはらんでおります。2番、ちょっと解説チェック始めときましょうか。解説してくれちゃってください。胎児はまだ人ではない。権利能力を有しないのが原則と。 なんですけれどもしかしか、しかししやがて人となることが予想されながら生まれるのがわずかに遅いという単なる偶然によって一切の懸念否定されるというのは均衡を失する。ということで一旦ちょっとここで筆を置きましょうか。はい何言ってんねんこれってねちょっと一瞬こう、ふんとね、えー、クエスチョンマークが浮かんだ方も多いかなとは思うんですけれども、えー、ここの胎児は人でないでも生まれるのがわずかに遅いという単なる偶然で云々というんぬんとねこう言っております。ままあこういうういを想像しましょうか はい、A と B、ね、お父さんお母さんの間に胎児 C がいると思ってください、はい、胎児 C がいるんですけれども、はい、A 死亡した後に C が出生した場合と C が出生してから A 死亡した場合で違いが出ますよねどう違いが出るかっちゅうと A の死亡によってこれ相続が発生します相続発生時点ではまだ人ではないんだったら相続できないですよねいいですかね相続した段階でまだ出生してないという状態の丸の1だとこれは C は相続できなないいととうことになります。けども丸2の方だと生まれてますのでその後死んだ相続できるということになるわけね。これが例えば1秒差だったらどうするっていう話ですわ。ね極端な話で言うとね、えー、お父さんが亡くなる1秒前に生まれたら相続できるお父さんが亡くなった1秒後におりゃこれじゃ相続できないと。 なんでわずか2秒の差でこんな違いが出るのということはこれはちょっとあまりにも不公,不公平というかね不均衡に過ぎるんでなので一定の場合には人扱いしましょうとこういう感じになりますはい丸に出生して死亡であればこれは相続かですねでもこっちは相続不可 えののって感じがしますね C さん相続できないいいのこんなわずか数秒の差でとかね、えー、そういうのが起きていいのかということでうんよくないとこうなりますねはいとりあえず2番括弧のうち納得できたらその次に進みましょう、ねえー、とりあえず権利能力ないのが原則ではあるけれどもわずかに遅いと相続できないかわいそうということではいこっちに。 例外3つがあるとこういうい感じであります、はい、例外的に相続っていうかね、えー、人扱いするというね、えー、そういう場面が3つあります、はい。そこで以下に解説してくれちゃいますが、今のなんかちょっと作業だけっていう感じになるかなというね、そんな感じではあります。はいえー、そこで以下解説してくれといてください、えー。民法は以下の3つの場合に胎児も出世したものとみなすことにして、例外的に胎児の権利能力を肯定し、胎児の保護を図っていると。 で3つで72と一不法行為に基づく損害賠償請求721から二相続8 8 6三遺贈965と書いてますが今の段階では二だけ理解しておいてください一三は民法全体学習後で結構です一三は今は結構ですんで二だけ理解してください相続ですお父さんが死亡した直後に生まれたとしても相続では 生きてる子供扱いをするというね、そういうことで相続人扱いをしましょうというね、えー、こういう感じになると思ってください。はい。ということで、まあ、この、対児 C、一応は、886という条文によって、生きたもの扱いというね、えー、そういう感じになると思ってください。はい。じゃあ、その後の話です。はい。カッコの2番、生まれたものとみなすという条文です。ちょっと886の条文見ておきましょうかね。886条ちょっと引いてみてください。 はい、886条ちょっと全文引きましょうかね。はい、886条、相続に関する胎児の権利能力高めます。はい、886一項胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。 というね、そんな書き方してあります。一応これね、えー、法律条文読むときに、わーっと書いてあったら、それだけという限定の和、除外の和と言ってきましたね、相続については生まれたものと見なすけど、その他は違うというね、えー、そういう読み方をできるようにしていてください。除外の和というね、えー、そういう言い方をします。はい、えー、生まれたものとみなす。まあ一応そういうことで相続では扱っていくよということになるんですけれども、さてさて、本当にこれをどう理解したらいいのか、見なすってなってるんですけどね。 みなすすとなってるるけど一個問題がが生じるケースがあります括弧の2番、はい、括弧の2番なんですけれども次のページに問題チェックを入れちゃいましょうか44ページです、はい、44ページ、はいえー、44ページで問題チェックをでは以下に問題チェック入れちゃいましょう、えー、胎児の間に母が胎児を代理して損害賠償請求や示談遺産分割することができるのかと。 ですなわちでに生まれたものとみなすとは胎児中は権利能力ないがただ無事に生まれてくると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱うという意味なのかまるに対児中でも生まれたものとみなされる範囲ではいわば制限的な権利能力があり死産の場合に胎児中まで遡って権利能力なかったものとして扱うという意味なのかとはい生まれたものとみなすというふうに書いてあるけれども。 はい、流産の時どうしますというねそういう問題だと思ってくださいいいですかね流産の時どうしますっていう話ですで流産の時に確かなかったものにするってことは一緒なんですけれどもうんもう一人ぐらいいた方がいいな ややここしししくするるといいううかかねね、えー、前妻がいることにしておきましょうか、ねえー、A には前妻がいまして、ね、前妻の間に子供がいて大体、ね、こういうパターンって「揉める典型パターン」ですね、えー、前妻のことを「5歳3」というね、えー、これはもう典型的に揉めるパターンでありますけれども、はいえー、この時に A が死亡したと思ってくださいで5歳 3B の立場で考えましょうか5歳 3B の立場で考えたら私の子供の分も「 というふうううふに思うでしょうねいいですかね私の子供の分も相続するよというふうに言いたくなるでしょうねはい886があるよ生まれた者としてみなすとなると相続分はこうなります奥さん半分子供半分ずつとこういう相続になりそうですけども B が C を代理して遺産分割してよいかこんな問題です。B が C を代理して 遺産分割していいですかとけどの考え方ね2通りあるんです生まれてくるまではとりあえずない扱いで生まれてきたら無事遡ってあることにしようという考え方ととりあえずはもうあるものとして考えてなくなったら遡ってなしにしようと。 とりあえずありなのかとりあえずなしなのかという、ね、考え方は2とりあるんですねとりあえずありで考えるのが丸の2とりあえずなしで考えるのが丸の1とこういう感じでどっちでいくっちゅうねそんな話ですで丸の1で考えたら対峙値はとりあえずなしという考え方になるのでこれできないってことになりますいいですかねとりあえずなしで考えるんだったら B が C を代理してというのはとりあえずなしなわけですからできないと生まれてからちゃんと調整しようとこういう感じになっちゃいますでも丸の2の例えばとりあえずありの考え方だからとりあえずありとりあえず分割していいとこういう感じになってきますはいどうしましょうとね、えー、そういう話ですはいでこれはまあちゃんとしたお母さんを想像するとまあそれはそれでいいのかなと思うんですけどねたまにまあねがめついお母さんになってくるとこれ心配あります もしね、胎児を代理して遺産分割してよいと。これやっちゃうと、お母ちゃんが、いや、私4分の3ねと。で、C0 ねと。そんな感じでこう遺産分割する恐れも出てきますんでね。えー、これは、お母ちゃんが悪さをしないという前提であれば、これはいいかもしれないけどね。悪さをするかもしれないお母ちゃんというのを考えると、ちょっとこれは胎児さんかわいそうだなというのもね、想像しなきゃいけないと。どうしましょう。一応は、 悪さをする性アクセスで考えておいてください、ねえー。性アクセスの可能性がありますね、えー。人、悪いことを考えるかもしれないね。えー、全員が全員ね、えー、いい人とは限らないというね。えー、そういうところで、この大事さんの代理、認めてしまうと、要は B が全部もらってしまってね、えー、ポッケないないしちゃうというふうな心配も同等線出てきますので、これはまずいなということになっていきます。はい。判例の考え方、筋道そのまんまですね。えー、この考え方を皆さん、自説にね、えー、取っていただければいいかなと思います。はい。44ページ。 理由チェック結論チェック入れちゃいましょうか、はいえー、44ページ、はいえー、筋道の中に理由チェック結論チェック入れていきますが、まあ、まずはこれ納得するというね、えー、復習をしておいてください、はい、筋道書き出しから理由チェック入れておきます、えー、現行法上胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないとで胎児中に権利能力認めても胎児の利益保護を図ることはできないとはいそこに理由チェック入れておいてください これ、今、先ほど解説したお話です。お母さんの性悪説で考えたときにね、悪いお母さんが代理者のこれ、止められないっちゅうね。そういう話になっちゃうんですよね。えー、それはちょっとかわいそうだな、という感じになります。いいですかね。えー、この性悪説的な考え方で、まあ一応ね、えー、退の法廷代理人がいない以上は、あかんなと。一応、今、民法の中でまだ学習してませんけども、生まれた子供の親は親権者としてできるというのが書いてあるんですよ。 生まれる前の胎児の親権者という概念ないのでね生まれる前の胎児の親権者っていうのがないので胎児の権利を守る十分できないねというねそういうことを言ってるのがこの2行だと思ってくださいはいとなるとよって以下こういう結論になります結論チェック入れておいてください、えー、胎児中は権利能力なし無事に生まれてくると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱うべきとはいということなんでねとりあえずなしの考え方です いいですかねとりあえずなしの考え方というふうに思っておいてください。ね、えー、とりあえずなしという考え方であるよとちょっと条文の言葉から離れますけどね生まれたものとみなすとは書いてあるけれどもとりあえずなしで無事に生まれてきたらあったものとして扱いましょうと、ね、とりあえずなしの考え方というふうに思っていただいたらいいかなとは思います。はいということで、えー、とりあえずなしというね、えー、そういう考え方です。 まあ、あこの辺もね、あのー、結論チェック入れたところ、文字で覚えようとすると大変なんでね、まずはニュアンスで感じ取ってください。とりあえずなしってね、えー、そういう感じの結論で思えとくと、あとはそれを文字化するだけっていうね、えー、そういう感じになりますので、とりあえずなしの考え方っていうね、えー、そういうふうにしとく。まあ、これキーワードで押さえるっていうね、えー、そういう学習にも近いところあるんですけれども、えー、復習した時にね、とりあえずなしというキーワードですよね。これが出てくると、あとはま、それを文章化してみるというね、えー、そういう感じになってくるよと。まあ、あその辺はね、えー、押さえ方のま、ポツ、えー、ポイントっていうね、コツですよね、えー。それちょっと一つね、参考にしてもらえたらと思います。 はい。アドバンスはあまり深入りしないでください。学説。ま、カッコの A ですね。多数説,説ではありますけれども、徐々に減ってますんでね。え、カッの A、えー、これ気にしないでね。えー、はあ、進めといてください。もうかっこの B 自説ということで、かっこの B を中心に見といてもらったら結構です。ま、カッコね、気になる方はかっこの A 多数説中くれといても結構ですけどね。まあ、こういう細かい論点でね、多数を覚えていくと大変なことになりますんで、えー、ここはもうかっこの A 見ないというね、えー、そういう感じでも結構かなとは思いますし、考えたらわかります。 とりあえずありかとりあえずなしかのどっちかなんでね。とりあえずありがこっちだと。ね。そう思っていただいたら括弧の A ですね。えー、そういうふうになるでしょうけども。まあ、覚えなくていいですからね。えッ、ー、の A は覚えなくて結構よというふうにしといてください。はい。 45ページ、判例ダイヤモンド、阪神電鉄事件とね、昭和7年の事件ですね。もう古い判例ではありますけれども、これが実務をずっとね、えー、動かしているという形で、えー、停止条件というね、考え方です。皆さんのとりあえずなしというね、その考え方を無調判例ずっと使っているというふうに思っておいてください。はい。えー、過去の3番、戸籍の証明運動は気にしないでください。戸籍法はね、司、え、法、ー、試験の勉強対象じゃないのでね、戸籍法については気にしないというね、そういう扱いにしておきましょう。はい。 以上で、えー、とりあえず式ですね、えー、退ね感謝のお話は終わりということになりますはい横の3番権利能力の周期と書いてますがこれも C ランクで結構ですはい権利能力なくなるのはいつそりゃそうだ死んだ時だと ということでね。で、死亡ってにと。まあ、これややこしいこと言い出すと困りますけどね。えー、とりあえず死亡というのは、まあ、死亡は死亡だということで、あまり深入りしないでくださいね。脳死は入れないというね、えー、そういう考え方ではありますね。えー、基本的には、そのね、命が止まることというね、えー、これを死亡と思っておけば結構でしょう。はい。カッコの1。一応タイトル、えー、1行目返して、入れておいてください。自然人の場合は、死亡自権に能力の周期と。はい。えー、その後、なお以下失踪宣告と書いてますが、P59 とでも書いておいてください。なお以下は今はパス。 で、結構ですし、もう、失踪宣告そのものは択一で勉強したら結構でね、もう入門の段階ではパスというね、えー、そういう、まあ、細かいところまでいかないというね、そういう風にしといてください。はい。あと、法人注意です。カッコの2周期、解説してく入れておいてください。法人、生産血量時、と思ってください。で、生産血量ってなんやねんちゅうと、中 財産、負債の整理が終了とでも書いといてください。ね。生産結領って何というと、財産と負債の整理が終了と。だから、法人がね、えー、終わりになる。法人の命の終わりってどこですかと、もう財産の整理が終わった段階というね、えー、そういうふうに持っとけばいいかなと思います。はい。なので、まあ、法人の持ってるね、えー、預金、解約終わりました。で、預金解約して、その預金でもって、例えばね、えー、その取引先へのサインは全部弁済しました。はい。 財産と債務が全部きれいになくなりました。以上で終わり。というね。えー、こういう感じだと思っておいてください。いいですかね。えー、財産負債の整理が終わったイコール生産結領というね。そういうふうに言っていきます。はい。えー、とりあえずはまあ一応そんなところで権利能力は以上でおしまいにしておきましょうか。はい。えー、続いて意思能力。ちょっと入っていきましょうかね。えー、意思能力。えー、一応全体 A ランクに上げといてください。はい。意思能力で一番イメージしやすいのはさっきのお話です。3歳の子供。悪いおっさん。 いいね、あの年。アと交換というね、えー。そういうのを想像すると、3歳の子供に契約させるわけにはいかんよなというね、そういう感じになってきますよね。えー、3歳の子供、ね、ちゃんと自分で、自分の身を守るというね、そういったことができませんからね、えー。そういうふうな判断力不十分な人を守りましょうというのが、この意思能力の制度だと、こう思っておいてください。はい、横の1番、解説していくチェックちょっと入れていってください。えー、意思能力。事故の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力。 で、これじゃあ分かりにくいんで、すなわちなとも入れといてください。事故の行為によって自分の権利義務にどんな変動を生ずるのかが理解できる程度の能力と。ということで、まあ大体小学校低学年ぐらいというね、それぐらいの能力だと思っておいてください。まあ小学校1年生ぐらいになったらね、買ったら、 お金払わなきゃぐらい分かりますよね。えー、売ったらお金もらえるとか。まあ多分1年生2年生だったら分かると思うんですけども、3歳4歳ぐらいだったらまだ分かんない。お使い行ってきて言ってもね、お使いできないというね。えー、まあ必ずしもできないね。できるかはできるかもしれませんけれども、一般的にそのあるのは小学校ぐらいからというね、そんな感じで理解されています。はい。なのでまあ、意思能力が欠ける、ね、小学生以下ぐらいのね、子供がやった場合にはこれ意思能力ないというね、そういう話になってくると。こう思ってください。はい。逆に、年いって、 判断力ぐちゃぐちゃっていうねそういうのもイシ無能力の対象になってきますはいコメ印解説チェック入れててくださいイシ無能力とは例えば幼年高度の精神病あるいはデスイスにより事故の行為による権利義務の変動結果を理解できない場合とで高度の精神病って書くとちょっとねなんかこう、えー、変な感じがするんですけれどもそうじゃなくてむしろこっちですね高度の現代的な問題でいくと認知症です 高度の認知症たまにあります いやーおじいちゃん元気、お久しぶり。え、ね、おじいさんね、何歳になりました俺、二十歳じゃいとかね。そういうふうに言われたらね、ちょっと困るなってね、感じがしますよね。判断力大丈夫ってね。えー、判断力不十分な人が契約すると大変なことになるね。えー、やっぱこう、人間ってこう、歳を置いていくと、やっぱこうね、赤、あ幼児がりつ変ですけどもね。えー、やはりこう、ある程度こう、なんていうかな、判断力もやっぱ赤ん坊の時と同じぐらい戻っていってしまう時期が、やっぱ来る人は来るね。えー、もちろんこうね、え、認知になる前に死んじゃったりという人もあ,りあるかもしれませんけども、やっぱ認知っていうのはね、出てくると、まあこれは判断力としては赤ちゃんぐらいのね、段階に戻ってし しまううという人もまあ中にはおるよというふうに思ってください。はい、ということでまあ高度の認知症なんかを、ね、想像するといいかなと思います。まあ、現代的にはこの石む能力は、えー、高度の認知症ですよね、これを想像するといいです。まだらぼけくらいの状態だったらまだ高度の認知症という、ね、そこまでは言わないかなというところで、まあ、本当にひどい、ね、認知症という感じで今ここがどこかわからない自分の名前も言えないとか、ねえー、簡単な計算もできないとか、ね、こうなってくるともう高度の認知症と大、ね、体、えー、いいよくやる、ね、計算テストとして え、100から7ずつ引いていってとかね。そういう、まあ、計算テストをやったりするんですけどね。そこでもうね、ミスってしまうと、これはちょっと相当やばいというね。そんな感じで考えていくという感じですね。そこはまあね、一無能力というのは、相当ですね、認知症が進んだ状態というね、住所、名前が言えない、どころじゃなくて日付も言えないね、計算ができないね、丸と三角が区別できないとかね、こんな感じではちょっと困るよというね。それをまあ、高度の認知症というふうに言っていったりします。はい。で、これ条文があります。え、3条の2。ちょっと条文見ちゃいましょうかね。条の2 はい、3条の2をちょっと見てください。はい、民法の3条の2です、はい。民法の3条の2、意思能力と書いてありますが、まあ、1条だけです。法律行為と書いてますが、民法上、法律行為ときたら契約を想像してください。えー、法律行為の当事者、契約の当事者が、意思表示をしたときに、 意思能力を有しなかった時はその法律行為は無効とするというねそんな文言になってますね意思能力なかった時には無効とするねとりあえず法律行為ときたら契約に置き換えてくださいで意思表示って何やねんとなってくると意思表示 申し込み承諾ぐらいな感じですね。売買だったら申し込みと承諾ぐらいのね。そんな感じですけども、まあこれも契約と置き換えて結構です。ね。えー、民法上その意思表示と法律行為と出てきたね、神経質になってくると、えー、どっちどっちってなってくるんですが、とにかく契約だというふうに割り切ってください。ね。えー、とりあえず意思表示も法律行為も、どちらも契約というね、そういう形でも割り切っていただいて結構です。はい。えー、とりあえずね、え、意思表示も法律行為も、もうテキストにメモ入れちゃってください。条文読むときの注意点で、 意思障子と法律行為厳密には違いがあるのはある分かっている、ねえー、それも分かった上で皆さんにも説明しているつもりではありますけれどもそこはしかるべきところで一応概念の区別はしますでも条文を読む時は契約と読むことで足ります。 はい。なので、えー、条文読むときにね、法律行為、意思表示、どっちも来たら契約と置き換えとこうというね、えー、そうしといてください。契約の当事者が契約した当時に意思能力を許しかったときは、というふうに翻訳しとけばそれで足りますんでね、えー、ほぼそれで OK というふうに、ね、なってくるかと思います。細かいこと言い出したらもうこれ学者さんね、えー、細かいこと言いまくりますけどね、それだけで90分使うとかね、えー、そういうまあロスクールがあるらしいというね、聞いたことありますけれども、それはもう無,無益ですね。えー、全く意味がないね、えー、概念ですので、まあそこはもうこ、こ、だわりすぎないというね、えー、あまりこだわってもいいと これとよくないところがありますんで、ここはこだわるところじゃないというふうに思ってください。はい、えー、とりあえずそんなところで義務能力ですね。三、え、条、ー、の二で条文ありました。ただこれ三条の二で終わらないでください。無効というのはどうなるかというと、はい、すみません。そこもちょっと追加のメモを入れておきます。無効となると二通り考えます。 債権への履行拒否払ってに対して嫌だ渡せに対して嫌だというふうな履行拒否の形で使うというのがこれまず1点もう1点は履行済みのものの返還です 無効だから返せですね平たく言ったらそうですから金払いに対しては無効だ3条2で終わりですがこれも3条2のみで足ります 意思能力なしであれば3乗の2ですね矢印です3乗の2だけで足りますけれども変換まで求めるとなると別の条文がいります121の2という条文までちょっと飛んでいくというねこんな感じになります はい、でちょっとだけ条文を追いかけときましょうかね3条の2のこのメモ終わった方は121もちょっと引くようにしてみてくださいはい、えー、121の2というねそういう条文があります、はい、無効な場合 <laughs>、はい、121の2、えー、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは 相手方を現状に服させる義務を負うなんていうね、そんな条文になってます。まあ、1、1、2、1乗の2と書いてますね。はい。えー、ちょっと枝番号の条文についてのお話も若干しなきゃいけないですけどもね。えー、とりあえず121の2。まあ、要は変換正規求めるんだったら1、2、1の2。これを引くというね、えー、そういう感じにはなってくるかとは思います。多少ちょっとこれね、あのー、121の2は非常に、まあ、そこでまた説明しようかなとは思ってるんですけどもね。えー 特みたいな感じです121の2はね本来一般則がまた別にあってそれに対する特別ルールみたいなね、えー、そんな感じですまあ一応は向こうの時には121の 2, 2でいいというね、えー、そういう感じでまあ一応ここに飛んだら OK ですけれども、えー、ちょっと121の 2, 2というねこの条文はちょっと要注意というふうに思っておってくださいはいでこれ条文論文で書くときにはこのローマ数字式の書き方できないんでねどう書くかっいうと 論文で書くときはこんな書き方になります。百二十一の二第一項というねこんな感じの第を入れてください。第一項の第を必ず入れるね。はい、枝番号ね何何の二というのはこれ枝番号というね言い方をしていくんですけども枝番号のときには必ずね枝番号の数字の後に第を入れる。 枝番号ないやつは95条1項とかいう形で例えば台を入れずに書くでも OK なんですが枝番号の時だけは台を入れるというね、えー、そういうルールをちょっと持っとってください。はい、1, 2, 1 2, 第1項というね、えー、こんな書き方になります。 はい。ということで、まあ、向こうの時のお話ですね。えー、向こうの時。まあ、履行拒否と返還請求というね、えー、その二通りで使えるようにね、ちょっとなっとくといいかなというね、そんなところです。はい。えということで、まあ、121-2というね、それがあるんですけども、えー、さらに追加のお話です。横の2番。はい。えー、46ページ横の2番ですね。えー、解説チェックをざっと入れとくことにしましょうか。はい。えー、横の2番。えー、解説チェックをざっと入れといてください。えー、法律行為の当事者、意思表示した時に意思能力を失なかった時、法律行為は向こう。で、3条の2と。 でさらに矢印の後ですけれどもその後五5行目にしてくれといてください石無能力者保護のため、まあ、ここに解説してくれとけばいいでしょうはいで3行目と4行目ですねこれは矢印で P142 と書いておいてください今ちょっと保留しますややこしいんでこれ言うとねややこしくなるので P142 とでも書いておいてくださいはいということでまあ今は保留にしておきましょう はい、あとは師無能力の無効に関してのねお話なんですけれども無効っていうのはこれね、えー、まあ米印2周目にしようかな2周目にしましょうかね米印は2周目ということで置いといてください。 ややこしいこと言い出すとね、一回目なのにもう、いやとね、なっちゃったあれなんでね。え、とりあえずまあ、細かいところ入りすぎず、ね、え、そういう感じで進めることにしましょう。はい。ということでまあ、ちょうどね、46ページ切りもいいところかなということで、え、応講義のね、一回目のこう、インプットの内容としてはここまでというね、え、そういう感じにしたいと思います。で、まあ、残り5分ほどね、ありますんで、復習の仕方とかね、え、その辺もちょっとお話しして、一回目の講義は終わりという感じにしようかなと思います。え、一旦ちょっとね、テキストそのものは置いていただきまして、え、レジメの5ページ、6ページですね、そこをちょっと目イしていただく形に、 したいと思います まあレジュメ5ページでまあ法律の復習の仕方ということでまあね民法から学習した方向けにねえちょっと作っているえレジュメの部分にはなりますけれどもえとりあえず、ここの復習の仕方まあおすすめのねえやり方というのはまあ人によってもね違いはあるのかなと思うんですけれども最低限やってほしい復習とプラスアルファでできたらやってねっていうねえそういう部分とにまあ一応分かれてくるという感じで戻ってくださいで,できる限りこれ最低限のところはねえ皆さんもできる限りやるという感じでやっていただきたいと思うんです。けども そうは言ってもね、生クラスね、えこれ、たまーに3連休の同月という形でね、え連戦がこう続くみたいなね、連戦続くじゃないな、え毎週日曜日でコンスタントにあればいいんですけども、たまーに3連休使ってやってたすると、ちょっとこの復習が若干追いつかなくなるね、そういうところも出てくると思います。ただもうそれはもうそれで仕方ないと思ってください。スケジュール的にその辺はできなかったらしゃあないですが、一応は全箇所についてこれぐらいやろうというね、そういう心づもりで追っていただいたらというね、そんな感じだと思ってください。で、基本的なまあ復習ですね、もう 私のクラスはもうチェック解説チェックとかねいろんなチェック入れてますんでチェック入れた箇所の読み直しこれがまず復習の第一段階と思っていただいたら結構ですで読んでわかる状態でまずは OK と思ってください読んでわかるですね納得できたこれだったら OK ですで覚えるのはもうね復習を繰り返す中で覚えていこう といいう風な戦略を取ってください、ね、1回では絶対覚えられませんのでね2回3回とやる中で何回も目を通すあこれだったらこうだなとかねそういう形で繋がっていきますので何度も何度も繰り返す中でね、えー、これは暗記していくというねそんな感じにしていってください。で解説していく部分のうち 条文に関わるところは2番のところです。めんどくさがる人はね、復習の時に条文見ないという人が出てきます。こんだけ言っててもですね、え、たいまあね、受講生の方の半分ぐらい条文読まなかったりというね、それが出てくるね、それは例年そうなんですけれども、ちゃんと条文読んでくださいね。え、一緒にやって条文読んだものもそうですし、ちょっとこれはお家ち帰ってから自分で読んどいてっていうね、そういうふうにする条文もありますけれども、一応条文についてはね、復習対象の条文は一度自分でも見てみて、要件どれ、効果どれぐらいはちゃんと見てわかると。 で、あと、できたら趣旨もどうかなとかね、えー、そういうのも出てくるとさらにいいかなというふうには思います。はい。えー、とりあえず、ま、条文チェックのね、復習はこれは、あの、お風呂入りながらとかね、あるいはこう寝る前にちょろっとやるとかね、で、寝る前にやると大体眠気が催されたりとかね、えー、そういうこともあったりしますけれども、まあ、一応条文は繰り返し繰り返しちょっとね、えー、隙間時間を使いながらやってみてください。はい。あとは、 チェック色が変わるところですね、えー、問題チェック以下のところですけどもまずは問題チェック見た後いきなり理由結論に入らなくていいと思いますまず事例問題と思って原告の請求どうかな被告の反論どうかなというまず問題解くというね、えー、そういうちょっと復習をまずしてみてくださいでその上でどこでこの制度使うのかなこの問題出てくるのかなというのを確認してであとは理由と結論を復習したらいいかなとで復習も読んで納得です いいきなり暗記に入らないでくださいねまずは理由を見て納得結論を見て納得で,できそうだったら理由を見て結論を推測する結論を見て理由を推測するこれはより良い到達目標というところに書いてありますけれどもまあ一応理由チェック結論チェックのとこの復習というのはそんな感じで問題チェックのとこを見てまずは主張反論をちゃんと整理するでその上でどこの問題かというのを整理した上で理由から結論結論から理由というのをねちょっと言ってみたりという感じで復習するといいと思います。はい でさらに、まあ、余力があればです、はいえー、余力があれば5ページ一番下到達目標より良いというところを書いてますけれども書いてみるというねただ書くのは時間かかるんでねあまり僕はお勧めしません、えー、書くとしたらまあ、ね、筋道のところの理由と結論のところだけ書いてみるとかね、えー、そういうのもまあ,ありなのかなとは思いますしあとはね覚えなきゃいけない定義っていうのがねたまに出てきます定義ですねこれは書かんと覚えれないところあります ただ民法では少ないです。多いのは刑法で多いので、また刑法でお話します。定義はこれ書かなきゃいかんというところは結構出てくると思いますけれども、まあ、それ以外のところはね、えー、一応もう書くというのは最小限にした方がいいかなというふうに思います。読むというね、なんかちょっと心もとないなという、ね、感じがあるかもしれませんが、とにかくまあ、読んで復習、納得できたら OK。そう思ってください。 さらにはまあ3番のところですね。問題チェック見て理由から結論、結論から理由というのを行ったり来たりというね、えー、そういうのをしてみる。ねえー、そんなのもありだろうと思いますし、まあ判例の事案とか、 問題の所在の問題チェックね、えー、ところを見て練習問題としてやってみるというね、えー、そんなのもありなのかなというふうに思います。はい。えー、そういうことでまあ復習のね、えー、ちょっとやり方軽くね、ちょっとお話させてもらいましたけども、あまり欲張りすぎずにね、やっていただいたらいいかなというふうに思います。で、あと、手を広げない。これも大事です。一応皆さんにはね、このセブンサミットテキストをね、えー、予備校でまあ使っていきますけれども、これがマックスと思ってください。 この情報を超えるものを入れてしまうとパンクしますんでね。えー、これが情報としてはマックス。で、かつここを見ればある程度のこと出てくるように書き込むんだったらこれに一本化してください。いいですかね。えー、皆さんももしかすると学生さんたちだとね、100選持ってるとかね、あるいは学者の先生の方持ってるというのもあったりすると思うんですが、あそこに書き込むんじゃなくて、ここに書き込んで情報、これ見たら全部出てくるというね。えー、そうすることによって、あの、要は勉強進んだ段階で、あれどっかで見たぞ。 ここ見たらわかるというねそうなりますが他にも書き込んどったらあれどこだったっけってねえそんな話になってくるので、まああのー、少なくとももうここに全部書き込む。 あるいはそのね、え、なんか学者の本使いたいという方は、学者の本のページ数を書き込むのも、ここに書き込んだりですね。え、あの本の何ページにあれがあったとかね。え、そういうのも全部含めて、ここに一元化するというね。え、この一元化というのは、後々非常に役に立ってくるんでね。え、これさえ見ればなんとかなるというね、そういうツールを皆さんね、作り上げていくようにしていってください。はい。あとはまあ、レジュメですよね。え、これも、まあ、ちょっと、冊子になってますけども、できたら一本化ですね。え、テキストに貼り付けるなりね。え、そういう方法もありかなと。 で、あとですね、このセブンサミット製本されてますけれども、えいやって真ん中でビーっとやるとですね、ページがペリペリペリっと剥げるというね、えー、そんな感じになっております。で、何が言いたいかちょってうと、これ26ケースでバインダーにするとね、えー、好きなとこだけ持ち運びできるというね、そういう状態になりますんで、まあそれやりたい方はやっていただいてもいいかなと、ちょっとね、えー、勉強帳やる気ないなという時にね、このバインダー作業とかね、結構楽しかったりするね、<laughs> とかあったりしますけれども、えー、そういうのをやってみるのもね、ありだろうと思います。まああの、26ケースにするとちょっとね、あのー、分散してちょっとね、なくす危険ね、えー、これと、 ちょっと出てきてきしまいまいすけれども、えー、とりあえずもう持ち運びとか、ね、そういうのをこう、ね、考えている方はこ,れこのままちょっと使いにくいという方はあの26ケツのバインダーにするという,、ね、そう,いうのもありますのでまたよかったら、ねえー、チャレンジしてみてください。はい、ということで、えー、第1回、これで終わります。どうもお疲れ様でした